いや、明日ほら日曜日だから、どれの深夜食堂さんとのトレーニング控えてるんだけど、ちょっとどれさんから気使っていただいて、明日雨だし、あの和道の肺炎になってるからっていうこと。だから明日はちょっとなしにしようっていう風に言っていただけて。ちょっと明日はなしになりました。すいません。あのよろしくお願いします。そのつもりでいてください。体直したいね。体調やばいね、ちょっとね。あとあのポスターいただきました、便所太郎さんに。額に入れました。かっこいいね。これ後で飾ろうと思います。この1週間全然練習できてないよ。腹筋もあれでは、体もすごい痩せちゃって、筋肉の量もかなり落ちてると思う、多分。練習したいわ。せっかくね、いいパンチ打てるようになってきたのにもったいないよね。おい、ワド2、バタフライテールいらっしゃい。なんか、本当は明日のコラボ、便所さんもあの来てくれて、便所さんもワドにコーチつけるっていう話だったらしいんだけど、すげえ楽しみにしてたんだけど。ちょっとあのなしになりました。ありがたいね。便所さんも忙しいのにわざわざね、行こうかって言ってくれたらしいよ。もう肺が苦しくて1ラウンドも戦えないよ。1分も動けない。やばいよ。すっごい寝たけどね、今日ね。治るかなと思ったんだけど、治んなかったわ。喘息だね、完全に。肺炎か喘息になっちゃったね。喘息だと思う、俺も。やばい。あ、万全で戦いたい、本当に。自分の体が弱いのが本当悔しいですね。便がね、バカバカでなんですよ。肺の便が。熱はない。測ってみようか。風邪っぽくはないよ。子供の頃から体弱いからさ。熱今測ってみろ。36.4 だから全然大丈夫だね。36.4。
あ、もうチケット全部売り切れちゃいましたよ。チケットがもうソールドアウトなんで、残り立ち見50席、便所太郎さんが出すのを取るしかないですね。もう席は全部埋まっちゃいました。だからもう来れないですね。新木場のファーストリング6月の10日ですね。もうずっと追っかけてる人じゃないと、最初の100枚は1分で完売したし、残り200枚は発売から90分で完売しちゃいましたね。明日はね、便所太郎さんとドレさんと達彦さんとゆうゆうちゃんとスパーリングだったんだけど、なくなりました。毎週日曜日にやってるスパーリングはなくなりました。申し訳ない、期待してくれてた人。俺も練習したいんだけど、ちょっとできる体調じゃないんで。もうちょっと怖いっすね、パンチが打てるのかっていう。せっかく覚えたパンチができなくなっちゃったら嫌なんで。正直もう素振りも何もやってないです。せっかく覚えたのにね。ちょっと悔しいですね。風邪っていうか肺炎っぽくなってるっていうか、喘息か肺炎かっていう。風邪ではないですね、完全に。気管支とかが全部やられちゃってる感じで。こんなんじゃ負けちゃうよ、リングに立てないよ。ちょっとピンチだね。もともと体弱いのよ俺。子供の頃ずっと入院生活ぐらい体が弱いから、だからスポーツ親がさせなかったのね。すぐ倒れちゃうから。だから風邪ひいたりすると、気管支とかが全部やられちゃうんですよ。だから風邪ひかないように、そのなんつうの、俺がね、実は成田に引っ越したのは、父親と母親が空気のきれいなところに引っ越すためだったのね。もともと東京の人なのよ、父親と母親も住んでたのは。だけど俺が生まれて入院ばっかりだからって言って、空気がきれいなところ引っ越そうって言って、俺のために引っ越してくれたの。だから本来はね、スポーツとかやっちゃいけないんだよね。本当はスポーツとかダメなんですよ、僕は。ねえ、せっかく強くなりかけてたのにね。悔しいな。根性論だけじゃどうにもならないね、本当に。お、どれ、あ、サファイアさんいらっしゃい。まあ体調がこんなんでも絶対試合には出るんで安心してください。どんどんひどくなってるな。運動してれば治ると思ったんだけどな。
体調が悪いので、リスナーさんに、看病してもらってます。緑のイルカさんはどっちです？病院行きたいんだけど、俺保険証持ってないんだよ。いやー、もうやだね。ちょっと体調悪くなると。休むこと大事っていうか、練習したいよ、俺は。好きだから。もっともっと練習して、もっと強くなりたい。じゃないと負けるぜ、本当に。もっとやりたいっす、練習を。新しいフォロワーさん、もがみさんフォローありがとう、ちでちゃんフォローありがとう、はるちゃんフォローありがとう、きよたんさんフォローありがとう、しおたんだおさんフォローありがとう、ごましおさんフォローありがとう、チャンピオンかっちゃんフォローありがとう、リータンリードさんフォローありがとう。季節の変わり目でなってるのかも。最初はね、先週の金曜日、くしゃみがずっと止まんなかった日から壊しちゃったんだよね、体を。緑のイルカさん、風船10個ありがとうございます。ありがとが絡むのと、呼吸ができないから体力が戻らないんだよね。別に体は動くんだけど、咳き込むのと、息ができないから。前はなんとか1ラウンド戦えたけど、今はとてもじゃないけど、1分も持たないですね。体ぶっ壊れちゃってます。頭痛い、マジで。練習したい。 なんかこんな中でも練習できんのかな。なんかフォームの確認とかだったら大丈夫かな。 どう思う、みんな。もう練習しないとまずいよ。フォームの確認とかだったら大丈夫かな。今日治るかなと思ったんだよね。すごい寝たから。お腹だいぶ引っ込んだよ。お腹だいぶ引っ込んだ。腹はね、もう出てないでしょ。腹の出っ張りなくなって絞れてるんだよ。乗っかってた肉がなくなった。お腹出てないでしょ。もったいないよね。せっかく絞れて体重も落としてたのに。読書は食らってないよ。 読書は食らってないよ。大丈夫だよ。 柳とは戦ってない。 あれ面白かったな。 バキがね、人生最大の敵と戦ってたの毒だからね。バキまだやってるよ。今はね、宮本武蔵が国と戦ってますね。国家 VS 宮本武蔵っていう。す
すごいことやるよな。保険証作れないの、金払わないとダメだね。うん、今月売り上げやばくて、もうね、それどころじゃなくて大変だよ。みんな一生懸命だよ、配信者。今さらそれ、そうだよね、国家と戦うって、もう半間裕次郎がやってるからね、首相官邸乗り込んでるからね。でも少年誌ではちょっとやりすぎかなっていうぐらい、なんか結構殺しまくってるんだよね。なんか板垣最近開き直ってて、これ少年誌じゃ、もう青年誌行った方がいいんじゃないかなと思ってるね、俺は。バキは、まあ多分少年チャンピオンの看板漫画だからそれできないんだろうけど、結構殺しまくってて、少年誌で掲載する漫画の内容じゃないなぁとは思ってる、うん、青少年にあれは悪影響だよ。その辺はね、漫画家としてしっかりしてもらいたいんだけど、チャンピオンがね、もともと年齢層高いからね。そう、殺しはね、タブーなんだよ、あの少年誌では。そりゃそうじゃん、冷静に考えて。小学生とかを読むために作ってるっていうコンセプトだから。でもね、最近開き直ってんだよね、もう大人しか買わないの分かってるから。漫画業界もね、なんかちょっと昔はね、名だたる漫画家が少年ジャンプとかさ、少年誌に集結させるってやり方してたんだけど、人気の作家はもうどんどん青年誌に分散させて、要は部数が売れないから、その雑誌を分散させるっていうやり方してんのよ。俺はあれ良くないと思うよ。やっぱりね、あの少年誌は黄金だって、みんながそこに集まりたくなるようなスキーム、あれが一番良かったと思ってて、特にジャンプはそれがうまかったのにね。まあ売れないからしょうがないんだろうけど、ちょっとなんかビジネスビジネスしてきてるよね、どの業界も。青年雑誌すごい種類ね。昔は青年もさ、各社一社だけとかだったのに、バン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 増やしてるじゃん。ね、ヤングジャンプとか、ヤングチャンピオンとかだけだったのに。タメ子さんいらっしゃい。あの、とてもじゃないけど、今練習できる感じじゃなくて。明日の練習もストップになりました。ドレさんから、ドレさんが気使っていただいて、本当は便所太郎さんといろんな人が来る予定だったんだけど、なしっていうことで。とてもじゃないけど練習できる状態じゃないっていう。ありがとう。 YouTube かな、 YouTube の方ですか、ありがとう。嬉しいです。YouTube は、あの、登録してくれるとありがたいですね。いろんな動画があるんで。その感じだと試合もできない。試合できる状態じゃないですね。1分動けないですね。1分動けないですね。ほんと10秒動けないよ。今配信してんの？体調不良で。俺1週間も引きずってるから。ちょっとやばいね、これは。ちょっとひどいね、悔しいね。練習毎日やりたいよ、せっかく強くなってきたのに。
旅配信は行くよ。旅配信やるよ。大丈夫だよ。約束は守るから。安心して、そこは。バックれたりしないから。やるっつったらやるから、俺は。やるって決めたことはやるから。安心してください。タバコはやめない。ああ、ありがとう。リスナーさん、ありがとう。はい。いや、リスナーさんに、咳止めの、ドリンク作ってもらいました。ありがとうございます。そうだね、体調を見かねたリスナーさんが来てくれてるんで。お薬もらいました。いただきます、KP。うまっ。あ、超うめえこれ。試合会見見なかったんじゃねえか。見なかった。あ、金柑うまいな。懐かしいわ。ばあちゃんがよく作ってくれた。花粉症ではないでしょ。花粉症で咳は出ないでしょ。そう、肺炎とか喘息とか持ってるんですよ、もともと。突例って何？突例。なぜ言いなかった？寝坊したね。寝坊したね。金柑うまい。あ、美味しいこれ。優しい味だわ。里見の相手の豚がムカついた。あ、ズキティさん、なんでムカついたの？なんでムカついたの？なんかあったの？はい、ワード2。お、翔太郎さん、いつもお世話になってます。ありがとうございます。翔太郎さん、いらっしゃい。おはよう。僕、クレイジーダイヤモンドが好きです。第4部が好きです。すいません、4部の翔太郎さん結構好きです。ちょっとジョリーンの回はなかったなと思ってます。夜中のカラオケ下手すぎてイラついた。俺のカラオケ。そんなに下手かな、歌。別に普通ぐらいじゃないの。
プーンない。あ、これめっちゃ喉に効くわ、ありがとう。これ喉にめっちゃ効く、ありがとう。あ、うまい。スティールボールランは、思ってたより悪くなかったって感じで、スティールボールラン思ってたより悪くなかったかな。でも俺は一番好きなのはやっぱ4部だね。3部4部が好きだね。で、4部が傑作だと思ってる。キラがめちゃめちゃ良すぎた、敵キャラとして。バイザー出すわ。俺は4部が一番好きかな。なんかクレイジーダイヤモンドが直す能力じゃん。敵パワー系なのに直す能力っていうのがちょっと面白いなと思って。岸辺露伴とかキャラ立ちがすごい良かったんだよね。4部の映画 YouTube で低評価半端なかった。へえ。4部が一番面白くない？一部二部に限ってはもうなんか記憶にないもんね。よくわかんないっていうか。一部は別漫画でしょあれ。あ、実写化はないでしょ。ジョジョ実写化とかもう頭おかしいなと思う。頭湧いてるよね。むしろあれはなんか外人にやらせたらいいと思うよ。ちょっと難しいよ、ジョジョの世界観は。あれ漫画だからできる技法だもん。むしろさ、ジョジョってあのアメコミをかなり意識してんの。和製アメリカンコミックって言われてるぐらいだから、ただでさえさ日本の実写外してるのにさ、よくやるわ本当に。もうなんかアニメを実写化する流れやめてほしいよね。俺はなんか日本の邦画がもうやる気がないと思ってて、なんかもうバカにしてるとしか思えないんだよね。日本の邦画にはまるで期待してないっすね。ああ、わかんない、全然その辺聞いたことないっす。全然わかんない。ポリスンさんいらっしゃい。テラフォーマーの監督、ああもうダメでしょ。なんかもう実写には期待してない。銀魂の実写か？いやもう茶番だよ。お、フグちゃんだ、いらっしゃい。風船10個ありがとう、フグちゃん。ありがとう。だってさ、なんだろうな。なんかもう脚本が書けないんだよ。実写の連中がプライドがないんだって、もう。こんばんは。今夜も拝見させていただきます。ヒコヌンさんいらっしゃい。なんかもうシナリオが書く気がないってことは言いたいことがないんでしょ、結局。まあ、あと、その、日本のさ、そのプロモーターっていうのかな、サポーターっていうのかな、スポンサーか。スポンサーがもう、あの、アニメじゃないと金出さないんでしょ。いや、もう見る気もしないよね、日本の実写なんて。見る気がしない。もう終わったコンテンツだから。俺が、もうやる気がないと思ってんのが、まずオリジナルの脚本書かないっていうことと、あとその、キャスティングでオーディション形式を取らないのね。もうキャスティングありきでやってんの。要は数字取れるだろうって。アイドルの子とか出すでしょ。俺はもう絶対ないと思ってて。アメリカですら、その、オーディションやるんだよ。まあ、形式上。だからさ、すっごい演技上手かったり、役にはまってるやつ出てくるんだよ。だって、ほら、窪塚も一回落とされたじゃん。今回の映画。なんだっけ？マーティン・スコセッシだっけ？あれ、ガムカンで、窪塚が入ったら、監督がもう目の前にいて、監督は君みたいな失礼な人はもう嫌だっつって、降ろされたんだよね、一回。そう。
まあ、ガンツね。出演する俳優を好きなファンが見に行くだけ。そう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 。もう、そんなの、全然、映画でもなんでもないよね。俺はもう、茶番だと思ってて、そういうのは見ない。金払う価値がないと思ってるから。日本の、邦画は終わったと思ってるね。だから、なんつうの、庵野がやったの、そこに喧嘩売ったんだよ。だから、トップの俳優じゃなかった。まあ、石原さとみはトップだけど、まあ、そこは折れたんだろうけど、ヒロインは。だけど、なんつうの、演技派な俳優で固めたじゃん。誰これっていう人多かったでしょ。あと、名脇役とか多かったじゃん。あの辺はもう完全に、なんつうの、こんなところに予算使わねえよっていうさ、庵野の映画業界に対する喧嘩の売り方がかっこよかったんだよ。あとね、庵野はね、俺すげえなと思った。予算の振り方がうまかった。要は、もうゴジラの模型に金かけまくったわけじゃん。あそこは天才だなと思ったよ。こんな限られた予算で。アニメ見ないでドラマを見るとき、ドラマは強かったんだよ、日本って、もともと。今はダメだけど、映画よりもね、ドラマ強かったんだ。ドラマ良かったじゃん、昭和の。ドラマと映画は全然興行が違うから、その仕組みが違うんだよ。ドラマは優秀だったよ。今はもうダメだと思ってるけど。新しいフォロワーさん、くまろうさんフォローありがとう。オタクが恐れることは、お前が好きなアニメ、漫画か、実写映画化してやろうか。なんだろうね、あれを見て、なんだろう、そもそも俺は映画っていうのは、のんたんこれおかわりもらっていい？俺は、なんつうんだろう。俺、二つあると思ってんの、映画って。で、一つはアトラクション的なっていうか、爽快感だけ押すっていう。いや、見た時の感動だけ。アトラクションね、要は。遊園地の。で、それを批判してるんじゃなくて、それでありだと思ってんの。もう一つは、教訓になるかどうかなんだよ。映画を見終わった後、心にしこりが残るぐらいの、もっと言うならトラウマになるぐらいのインパクトを与える映画っていうのはないよ、今。のんたんっていうか、まあ、リスナーさんがいますね。リスナーさんに看病してもらってます、今。日本のドラマが終わった原因は、いや、普通に、あれでしょ、テレビが稼げなくなったから、予算が振れなくなったっていうだけだと思うよ。それはしょうがないと思ってる。ドラマは良かったよ、日本の。だから日本のドラマって名だたるドラマいっぱいあるじゃん。家なき子とかさ。まあ、野島伸司作品とかはもう代表的に売れてるし、池袋ウエストゲートパークなんか豪華だし。アメリカってドラマの俳優と映画の俳優って分かれてるんだよ。だからドラマで有名な人って映画に出ないでしょ。言われてみれば。映画俳優とね、違うんだよね、仕組みが。いや、のんたんどこか俺は知らないよね。のんたんどこか知らない。のんたんのツイッターでも見てください、それは。俺が今風邪ひいてるから、ちょっとリスナーさんが看病しに、昨日から看病してくれてるんだけど。もうのんたんとは別れたんで。ジブリはやっぱすごいと思うわ、もののけ姫とか。ねえ、すごいよね。ジブリはもともと、なんていうのかな。すごいことをやってて、あれはアニメーション業界の仕組みを変えようとしてたんだよ、もともと。東映に喧嘩売ったんだよね。いや、だから、のんたんのこと言われても知らないよ。もう、終わった話なんだから、やめて、ほじくり返すの。彼女は生主じゃないんだから。終わったことはやめようよ、もう、ほじくり返すの。男と女なんだからさ。のんたんのことは、のんたんのことで、彼女はもう、リスナーなんだから。で、リスナーとして応援するって言ってんだから。いや、違うよ、のんたんは知らんって。のんたんにはのんたんの人生があるの。くまろんさん、ロムありがとう。コメント打ってくれると嬉しいよ。わかった？もう絶対のんたんの話題出さないで。彼女には彼女の生き方があるし、俺には俺の生き方があるんだよ。だからもう、のんたんの話題タブーだから、こっから。あ、ヒメアノールはね、俺ありだと思ってたんだよ。見たいと思ってたの。特にね、森田くんがすごいいい演技してたから、注目してたんだよね。彼役者だよね。
見てないからあれなんだけど、予告編しか。俺、ヒメアノールは当たりだと思ったよ、あれ。これ見たいと思ったもん。秘密はちょっとひどかったらしいけどね。秘密も見ようかなと思ったけど、俺、秘密すごい好きな作品だから、避けたね。あ、やっぱ良かったんだ、森田くん。森田くんめちゃめちゃね、あれ俳優じゃん、この人、みたいな。そう、予告編見て。あ、ノンタありがとう。そう、笑うのやめてくれ。ノンタンの名前出すんじゃねえよ！何回言ったらわかるんだよ。ふざけんなよ。怒るぞ、俺、いくらなんでも。ノンタンの名前コメントで出すんじゃねえよ。傷ついてんだよ、こっちは。NG ワードだから。いや別に、カオコとか言っても誰も知らないでしょ。誰それってなるでしょ。とりあえず藤原竜也出せば実写化は成功する。俺それもろ間違えてると思ってて、藤原竜也が出ると俺見る気なくすの。なんでこうやってんだーみたいな。どうしてだよー。何あの演技。あれは舞台俳優だから、藤原竜也舞台で見たいよ。あれ声張りすぎなんだよ。くどい。舞台は遠いから、客席まで。声を張らないといけないのね。だから演技が独特なんだよ。だけど、舞台で見るとめちゃめちゃ映えるの。だけどね、あれはね、舞台、もともと舞台俳優だから、映画に向かないんだよ。要はね、遠くの、要は顔の表情が見えないから、ああいう声の張り方をするとかっこいいんだけど、カメラが寄れるんだよ。映画って。あんだけカメラ寄ってて、毎回くどい演技見せられたらね、もうね、なんか、ひどいね。俺は藤原竜也批判派でね。ダメ。彼は舞台向き。映画の演技じゃないっていう。映画であんなことやってんの藤原竜也だけだと思うよ。日本人はさ、昔はさ、間の演技が上手かったんだよね。顔だけのね、表情の演技上手かったんだよ。日本ってね、表情で結構伝わるんだよね。ちょっとの動きで。初見さんいらっしゃい。古谷実のギャグ漫画、悲壮感なんだこれ。なんとかれる主人公多い。古谷実は俺は大天才だと思ってて、好きな漫画ベスト5に絶対入ってるから。っていうかね、古谷実の凄さってもっと評価されていいんだよ。古谷実は、そのジャンルが違くても、3タイトル、3個ぐらいジャンルができてるから、俺は本当の天才古谷実だと思うよ。それ言ういらっしゃい。テルに怒らんの？何怒らないって。意味がわかんないんだけど、ちょっと。チケット手に入らなかった。ああ、まあまあまあ、しょうがないよ。チケット手に入らなかった人多いもん。だから言ったでしょ？売り切れるって。こういうところの読みは完璧だから俺。みんな、え、売れるの？とか言ってたけど、あ、やっぱ売れたって感じ。ヒカルのリスナー買い占めてんの？いや、全然知らない。テルが練習してねえから。あ、でも、実際、なんで練習しないの？っつったら、目が血走ってたよ。いや、いいよ、つって。喧嘩だろ？って言って。すごい、あれだよ。殺意はあったよ。
俺は練習しねえからっつって、勝てっからって。要は喧嘩でしょって言って。実際、あれでよ、あってよかったなと思ったよ。やる気はすげえあったよ。すごい殺意のある目してたよ、俺に。風船5個ありがとう、香織さん。買い占めるとかそういうことはやらないと思うけどね。意味ないからね。新しいフォロワーさん、香織さんフォローありがとう。喧嘩するのじゃあ余裕でワドに勝てるってことや。まあそう言ってたね。でも別にあんなハエが止まったパンチなんかもらわねえよみたいなこと言われて。いいんじゃんっつって。舐められたっつうか、実際向こうの方が強いっていうのが思ってるけど、前評判はもう絶対負けるって言われてたんだよ。で、俺がちょっと練習して技術覚えたから、なんか和道勝つんじゃねって言われてるけど、実際ポテンシャルは向こうの方がはるか上だからね。ゴルゴいらっしゃい。あ、ゴルゴ、あ、バガー5個ありがとう。別に、いいんじゃん？それは彼のスタイルだからさ。俺が口出す問題じゃなくて。俺がリングの上で彼をボコボコにすればいいだけでしょ。練習したやつは強いんだって。そう。何よ、ワードも終わったって。YouTube でトレーニング配信見てます。お体には気をつけて。ありがとう。ありがとう。頑張ります。終わったって言うけど、なんか、俺より閲覧低いやつに終わったとか言われんの、全然なんか意味がわかんないんだけど。真面目に練習してる和道さんに勝ってほしい。ありがとう、皆さん。配信についてはどうなったの？配信についてはだから、ちょっとごねさせてもらったら、まあ、映すよっていう。ただ途中で実況席に画面だけ移動するんだって。画面だけ、実況席に行くって言ってたよ。閲覧命なの？いや、閲覧命じゃなくても、閲覧も 俺の方が勝ってる。収入も俺の方が勝ってる。どこでじゃあ決めればいいの？俺とお前の配信の格を。誰がどう考えても、それ言うと和道、どっちが面白い、どっちが人気ある、どっちが格上っつっても、誰もが俺って言うぞ。悪いけど。お前と比べるんだったらね。閲覧命とかいう問題じゃなくて、俺のことを評価できる人間は俺より上の人間だけだと思うぞ。お前のダメなところ、そういうところなんだって。いや、それ言ういじめんなっつうかさ、さすがにこいつには負けてねえわ。負けてる要素が一つもないもん。別にさ、関慎吾とかに三流配信者とか言われるけど、別に、慎吾さんに言われるならまだしもさ、知恵と閲覧の因が関係ねえけど、知恵の話してなくねえか。お前が言い始めてんじゃん。俺、そんなこと言ってないぞ。だから配信者として人気がないやつに、なんか終わったとか言われるのはどうかと思うっていう話をしてるのよ。別にお前がそう勝手に思い込むのはいいけど、誰もお前にうなずかないよ。上からっつうか上じゃん。違う、上から目線っていう話をしてんじゃなくて、思いっきり上なんだよ。上になるだろ、目線が。じゃあ何について終わったっつってんの？ よくわかんないんだけど。会話が噛み合わねえな。何が終わったっつってんの？ そうそう、ムーのマグカップ。渋谷にお店があるんだよ。そこ行った時があった。まあね、でっかいイベントだから参加者多いのは面白いよね。あっちらこっちらでいろんな意見があって。
ああでもないこうでもないって言い合ってるわけでしょ。金柑、あのリスナーさんが金柑喉にいいからっていうことで、気管とか肺とか喉にいいからっていうことで金柑煮詰めてきてくれてさ、すごい美味しい。金柑美味しいよ。タバコやめたくないんだよね。別にタバコで死んでもいいと思ってるからさ、それは前々から言ってるよ。タバコは別に格闘技の試合でもやめる気ないし、俺タバコで死ぬなら本望だっていうこと、まあタバコはね思いっきり肺とかには良くないから、はい、やめた方がいいだろうね。でも俺のポリスだからタバコは、俺にはポリスがあるから、え、美味しいこれ。薬もらってきてないよ。ネット回線測ってないけど多分大丈夫だと思うよ。測ってみようか。うん、多分大丈夫だと思うけど、下り測ります。あ、ボンちゃんいらっしゃい。大丈夫だね、大丈夫だね。前より全然いい。あ、2メガだね。ダメだね。下り2メガ BPS だね。全然良くない。うん。なんだろうな、これ。1メガ BPS。ダメだ。ダメだね。ぶっ壊れてる。まあでも配信できれば俺はそれでいいから。うん。しょうがないよ。全然見れてるでしょ。
風船5個ありがとう。アイテムありがとうございます。この金柑美味しいね、のんたん。うん、お家のやつまだあったんだ。金柑はいいよね。くまろうさん、風船ありがとうございます。蜂蜜も入ってるね。やばいっすね。練習全くできてないっ
思ってる。ただいま。休んだ方がいい。いやでも配信業もあるから。うん、ただいま。喉楽になったかな、金柑。リスナーさんがもう家から持ってきてくれた金柑飲んだらだいぶ喉良くなったよ。ボンちゃん風船ありがとう。明日のコラボはなくなったってことで、ベンゾ太郎さんとあとドレさんと達彦さんとあとみどりさんの元浮気相手のゆいゆいさんっていう人が来る予定だったんだけど、スパーリングする予定だったんだけど、それがなくなったっていう話ね、明日のコラボについて。もともとコラボやる予定だったんだよ。ドレさん面白いでしょ。ドレさんめちゃめちゃ雑談力あるよ。面白いよ普通に。俺全然絡む前から結構チェックしててファンだったからね。あ、この人面白いなっていう。やっぱおっさんは経験豊富だからね。おっさん喋りも安定感あるし、喋れる人は面白いよねやっぱり。そうやっぱ強い人は余裕あるよ。吠える必要がないから、うん、結構面白い熱血おじさんで、うん、俺がファンになったのはなんかそのヤクザを否定してる配信があって、うん、なんかヤクザをもうめちゃめちゃ配信でディスってたのが面白かった。you
ドレさんヤクザ嫌いだから。ソープについてて話しててアフターで書いてある、あ、え、あ、AF、アナルファックかな、書いてあると本番できるって言ってた。へえ、俺風速は全然わかんねえかんな。風俗行ってたの10代の頃だから、俺全然風俗に関してはわかんない。どういう仕組みでどうなってるとかこうなってるとか、なんか女を買うっていうのがあんまり虚しくなるだけなんだよ。だってさ、金払ってるからそういうことできるわけじゃん。そいつは俺に惚れてるわけじゃないじゃん。虚しいじゃん。そう、別にオナニーしてればいいだけだから。楽しいか？もう全然風俗好きじゃないね。女を買うっていう発想があんま好きじゃない。キャバクラとかも嫌いだし、俺の方が話して面白いのに、なんでこいつに金払わない、金払って、時間の無駄に感じるんだよね。なんでこんなクソ、面白くもねえ女に俺金払ってんだろうみたいな。喋り、面白い人に金払うんだったらいいんだけど、俺別に美人とかブスとかどうでもいいと思ってて、面白い生き方してるやつが少ないんだもん。まあ、中にはいるだろうけど、水商売の人で面白い人も。だけどさ、結局、下心で女にモテない人が遊びに行くところでしょ？ああいうところって。別に女に不自由してないし。そう。女に、なんだろう。女にモテたいとかもないし。あ、俺は風俗っていうか、水商売全般あんまり好きじゃない。別にそれで働いてる人をどうこうとは思わないけど。立派な仕事だとは思ってるよ。俺は個人的に客として行くつもりはないっていう。時間が、俺には時間がないんだよね。やりたいことがいっぱいあるし、やるべきことがいっぱいあるから。初見さんいらっしゃい。田中さん、楽しんでってください。キャバクラはこちらが楽しませて盛り上げる感じだから、確かに。そう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 。なんでこんなさ、知りもしねえ女にさ、金払って盛り上げないといけないんだよって。こっちは喋りで食ってってんだよって。プライドあるから。喋りで飯食ってんのに、なんで俺が金払ってこいつら盛り上げねえといけねえんだよ、みたいな。すげえ嫌なんだよね。バカ臭いっていうか。高い食事とも思わないね。だったらうまい飯、普通にね、プライド持ってやって、うまい飯食わせようっていう人のところで俺は飯食いたいし。だからあれはモテないおじさんとか金持って暇な人を相手にする、なんか学生のバイトだと思ってるから。俺は、俺には無縁の話だよ。俺には無縁の世界っていうか。給料良かった？いや別に高級取りな、高級取りでしょ。だって誰だってさ、その、夏の、気持ち悪いおじさんの相手なんかしたくないじゃん。
俺すげえっていう自慢するさ、自慢話ほどつまらないものないんだよ。人の話で自慢話ほど退屈なものないじゃん。それをずっと聞かされるわけよ。そんな苦痛な仕事ないでしょ。それは給料もらって当然だと思うよ。人の自慢ほどつまらないものはないよ。それをすごいですねって、うわーっていうリアクション取らないといけないんだから。だけどそっから先何が生まれるとは思えないんだよね。別に何も生まれないから。うさばらしでしょ結局。下心とうさばらしじゃんあれって。あと酔っ払いの介護だと思ってるから俺は。俺はだからまあ自分からキャバクラ行ったり風俗行ったりすることはないよね。そんなに金も持ってるわけじゃないし、そんな時間持ってるわけじゃないから、うん、俺はそういうのはやんない。だからモテないやつの勘違いする場所か恋愛ごっこする場所か、俺は金持ちの道楽だと思ってるから、どちらとも当てはまんないんだよ。もう金持ってるわけじゃないしモテないわけじゃないから、両方とも当てはまんないでしょ。だから俺は全然なんだろう、キャバクラに興味がないんだろうね。金も時間も持ってたら暇つぶしに行くんじゃないの。からかいに行こうって感じでしょ。金ばらまきに行こうって。モテないやつが人生変わると風俗変わるのかな。どうなんだろうね。うん、でも風俗のプレイがさ、その恋愛と一緒だと思ったら結構痛いじゃん。キャバクラは黒服潰してストレス発散する場所でしょう、ワード2。だからまあ金持ってる人の発散だよ。贅沢尾藤さんの、その、ノリは。黒服潰しとかはさ。ストレス発散で金に余裕があるからそういうことできんだよ。俺は金持ってないから、そこに金かけるのはバカ臭いって思っちゃうわけじゃん。で、もう一つのパターンっていうのは、その、モテない奴が、そのお金を払っていい姉ちゃんに、すごいすごい、かっこいいって言われる場所じゃん。両方とも当てはまんないんだよ、俺は。別にそこまで女に困ってないし。うん。あ、金に余裕があったらそういうことできるけどね。でも、金使っても俺は多分キャバクラ行かないと思うけど。黒服は絶対逆らえないからね。飲めっつったら飲むから。結構そのキャバクラ遊びとか好きな人は黒服に飲ませまくるよね。で、付け回しできなくさせて笑うっていう。白壁のチコさんこんばんは。楽しんでってください。でもまあ俺ほら酒飲まないからさ。あ、無縁だよ。でしょ？でしょ？だからお金に余裕がある人と女にモテないやつの2パターンが行く場所なんだよ。だいたい水商売の人とかはさ、あの、なんだろう、男見る目あるからさ、あの、好きな男とかいっぱいいるわけよ。もしくはもう金としか見てないわけよ、お客さんのこと。そっから人生何の学びも得られると思ってないから俺は。やることいっぱいあんのよ。日銭稼ぐので必死なんだよ俺は。雑談で。まあどっちにしろおじさんが行くところだよな。ハードココアありがとう、レイクチ。ありがとう。ゆるりさんこんばんは。楽しんでて。そう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 。
余裕のあるおじさんが行くところよ。経費で落ちんだから。会社の経営者っていうのは経費でキャバクラ飲み行くんだもん。お、ミシェルさんいらっしゃい。風俗は別にいいんじゃないの？パチンコはダメだと思ってないから、俺は。パチンコも別に風俗も行っていいと思うよ。生活保護で。何が違法なのか全然わかんない。別にその分飯が食えなくなるだけなんだから。本人の勝手でしょ。酒飲もうが、タバコ吸おうが。全部自分に返ってくるだけでしょ。キャラクラで楽しめる人が羨ましい。お金余るほど持って営業トークと思ってしまうから楽しめない。あー、まあ向こうは金目当てだからな。うん、向こうはドリンク飲みたいだけだからさ、うん、だからなんつうんだろう、いかに用意書してドリンク煽るかって話でしょ。酔っ払わせて会計踏んだくるかしか考えてないんだから。そう、会計を踏んだくるために気持ちよく接待するっていうのが、いや、まあ、彼女らのプロの技だから、別にそこを否定してるわけじゃなくて、それがまあ仕事だから、彼女らの水商売の仕事だからさ。あれ、金もらわなかったらあんなことやらないでしょ。だって水商売ね、遊ぶ人だったらわかるけど、キャバ嬢がさただでああいうことやってくれるかってさ、絶対やらないからね。彼女らにもプライドがあるわけだから、プロとしての仕事でやってるんだからさ。ホストクラブで飲んでるキャバ嬢とか見てごらんよ。やる？灰皿交換とか、何々くんすごいですねとかやらないでしょ。ってことは本質的に金が絡んでるからやってるだけなんだから。な、俺はそこに意味はないと思ってて、むしろ俺はさ、喋って金引っ張ってる側の人間じゃん。だから同業なんだよ、ある意味。面白い喋りをして飯を食ってるわけですから。ないと食えないわけじゃん。あー、まあアフター誘われるのは下心だからね。まあホストとは違うけど、芸人さんみたいなもんじゃん。芸人さんが一番近いと思うけど、だからまあスポンサーの人とかくっつけていかないといけないわけじゃん。ファンとか、いや、谷町をどんどんつけていかないといけないわけだから。ミュールいらっしゃい、ワドツ。うん、最初のだ、売れないバンドマンとか売れない芸人さんとかと一緒だよ。売れるまではそのコアなファンに支えられて生きてくんだから。ケンシンさんは、ワドツね、あとはこの人育てたいっていう、この人がそのテレビに出るまでとかさ、 CD 売れるまで絶対に応援するんだっていう人が何人いるかでしょ。だから俺の夢はリスナーさんの夢だから、俺は夢諦めないから。だからそのなんつうの、私には無理だけどこいつならできるんじゃないかっていう可能性にかけてくれてるわけでしょ。それは飲み上手だからだよ。キャバクラの本当の楽しみ方は分かってんだよ。
俺だからあれだもんな。なんかどんなに稼いでても、どんなにこの人かっこいいなと思っても、キャバクラとかでなんか女にがっついてるの見ると結構引くかんな。結構引く。あ、キャバクラ行くんなら風俗って、俺もどちらかっていうとそっち派かな。風俗行かないけど。風俗もキャバクラもキャバクラ行こうよってなったことが一回もないかんな。風俗行こうよ。童貞は風俗で得れるものあるよね。ないと思うよ。ないと思うよ。ないでしょ。何を得るの？ないよ。一つもないよ。なんでそんなに中身かっこいいんですか？いや、だから、いつも言うんだけど、俺が見てるゴールと、リスナーが見てる、ね、ゴールが多分違うんだと思うよ。リスナーっていうか、一般の人が見てるゴール、要は、人生の目標設計と、俺が見てる人生の目標設計、ゴールは全然違うのね。だから、ゴールが違うと、普段やるべきこととか、その、生き方って変わるもんなんだよ。だから志が高いんだよ、俺は。だから俺のことを理解できるのは俺と同じゴールを持ってる人だけだから、俺のことを理解するのは難しいよ。ゴールは何？俺のゴールはだから世界平和だよね。あと不可能を実現し続けることだと思ってるね。俺には不可能がないと思ってるから。自己実現の力は誰よりもあると思ってるから、できないことがないっていう、それが俺の力だと思ってるね。みんなが不可能だと思って思うことを和道だったらやってくれるっていうさ。諦めなければ何でもできるんだよ、人間って。そう、俺には諦めるっていうことはないから、どんなことでも、どんなにすごいことでも。具体的に平和、具体的にどうなったら実現したと言えそうですか？人類から、戦争をなくすのは簡単で、宇宙人が攻め込んできたら戦争は止まると思ってるね。これは前からずっと言ってるんだけど。難しいからこそトライすることができると思ってるよ。人間が考えつくことっていうのは絶対実現可能だから。しまってないでつけてほしいな。しまってないでつけてて。あれはお守りだから、身につけてないと効果が出ないからさ。あれはお守りだから、財布の中に入れとくとでもいいんだよ。大義本願ではすいません、純粋に疑問を持ったんで無視してもいいです。全然、いや、これはね、本当にそれくらい難しいことだと思ってるんだよ。日本が統一されたのって、日本が統一されたっていうか、ゆっくりゆっくり統一されていくの。戦争に勝ったり負けたりしながら国ってでかくなっていくんだよ。だから地球から戦争がない、日本は日本から戦争ずっとやってたわけじゃん、江戸時代の来る前までは。でしょ？だけど、日本国内で戦争って今考えられないじゃん。まあ、宇宙人、外部の敵が来ると一致団結するっていう理論を使えば。だから、アメリカ政府とか俺は本気で宇宙人作ってると思ってるからね。
そう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 。だからテラフォーマーズっていう漫画がまさにそれを書いたんだけど、ああ、こいつ頭いいなと思ったよね。飾ったらダメだよ。みんな大切にするっていうことは飾ることとか、ノンタンもつけないんだけど、みんなね、つけてほしいの。身につけないとお守りは効力を発揮しないから。うん。身につけてないとダメだよ。うん。あ、寝坊しちゃった、リクさん。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてってください。寝坊しちゃいましたね。いや、宇宙人はいますよ。宇宙人は確実にいますよ。全然ザレ事じゃないよ。宇宙人がいないって考えてる方が俺は結構危ないことだと思ってるね。切れちゃいそうで。だったら新しいの買えばいいじゃん。根拠を言ってみ。例えば、世界に、日本っていう地球でいいか。地球にある砂粒の数をイメージしてほしいのね。デカプリオうんこさん。地球にある砂粒の数よりも、この宇宙に存在する星の数の方が多いっていうことはもう、物理学的に分かってることなのね。それを考えたときに、ホーキング博士っていう人が言ってるんだけど、この宇宙に現在どれくらいの知的生命体がいるかっていうのを、まあ単純計算してみると、200万個体はいるだろうと。200万種類か。この宇宙に。ただ、それをすれ違うための、すれ違うだけの宇宙時間が遠すぎるんだよ。だから接触が難しいって言った方がいい。宇宙人はいるんだよ。理屈上で言うと。あと、まあ、これはなんか言葉遊びになっちゃうかもしんないけど、俺は地球人も宇宙人だろう。うん。宇宙人が人類を支配するっていうのは可能性がある。まあ、さっきも言ったんだけど、今言ったことに直結するんだけど、水ができて大気ができてとか、星の成熟が必須条件なのね。知的生命体っていうのは。だから、知的生命体が生まれるって膨大な宇宙時間からすると、星の末期に生まれるの。で、星が成熟してないと生まれないの。で、今度星と星の間っていうのはすごい距離があるから、それを物理的に移動できるまでの知能の発達っていうのが難しいんだって。だから、おそらく実現不可能なんだろうっていうふうに言われてるっていう。うん。そもそもの定義を、生命の定義をしとかないと、議論が噛み合わなくなりそう。それはね、俺はね、生物と無生物の間っていう本を読んで、なんだっけ、動的平衡理論っていうのがあるんだけど、そういう本とか読むとね、生命の定義とか面白いよ。ウイルスっていうのは生命なのか生命じゃないのかっていうふうにずっと言われてるんだけど、あれは拡散なんじゃないのかとか。証拠はないね。もちろん憶測で話してるから。でも、そしたら宇宙人がいないっていう証拠を出さないといけないよ。デカプリオさんのその論理を使うのであれば。それはなんか上げ足取りなんだけど、議論になってないと思うの。宇宙人がいないっていう証拠はないから。でしょ？だったら、なんつうんだろう、お互いそのフェアな状況で、ありとあらゆる可能性を、まあ議論し合っていくっていうのが、俺はそれは議論の正しいあり方だと思ってるけど。見たことないからって言うんだったらさ、例えばアフリカに行ったことないわけじゃん。そう。で、アフリカ人がいないっていうのと一緒だと思うけど、どうなんだろうね。まあ別にデカプリオさんがそういう風に考えるんだったらそれでいいと思うけど。楽して金稼ごうとは思ってないですね、僕は。うん。お金を稼ぐのってそんなに甘くないと思ってるから。楽して金稼ごうって言ってるやつは俺は甘いやつだと思ってるね。世間はそんな甘くないっていうのが俺の考えね。信じられてる？よく信じられるの？まあその人の説が一番説得力あったから自分の考えに採用してるっていうだけで。新しいフォロワーさん、田中さんフォローありがとう。
洗脳されてる？あ、そう。知識と洗脳って全然違うけどね。自分から求めた知識っていうのは洗脳の定義から外れるんだよ。洗脳っていうのは他者の行動利益のために自ら自分がその他者の行動利益のために勝手に動いちゃうことが洗脳の定義なのね。だから自分から知識を求めて得たものっていうのは洗脳の定義から確実に外れてるんだよね。俺がやろうとしてるのは脱洗脳だと思うよ。当たり前だと思ってることは当たり前じゃないっていうカウンターでさ、やってるわけだから。ちなみに洗脳の定義ってどこの文献ですか？洗脳の定義は自分で調べてごらん。洗脳に関する知識を持ってる人だったら絶対言う。もともと洗脳っていうのは中国に捕らえられたアメリカ兵、捕虜になった人たちが、ね、戦争が終わって帰ってきた時に、中国共産党を絶賛したことから、なんだこれっていうのが始まってんの。ブレインウォッシュって言うんだけど。で、CIA が中国に潜り込んで、そのノウハウっていうのを手に入れて持って帰って、で、薬物でそれをやろうとしたのよ。その、再現しようとしたの。要はその国家のイデオロギーとかを覆す能力を持ってるっていうことで研究が進んだのね。それがマインドコントロールね。たまに止まる？どう？みんな止まる？だから他者の行動原理、要はその場合だと国家のイデオロギーっていうのを兵隊が組み込まれたわけだ。で、まあ兵隊っていうのはさ、自分の国の愛国心とかを叩き込まれて戦場に行くから、アメリカはそれを理解できなかったんだよ。そっから研究が進んだのがブレインウォッシュだから。ピザ兄貴さんいらっしゃい、こんばんは。あ、ブロリーさんいらっしゃい。止まらない？トゥルーさん、はじめまして。ワドです。よろしくお願いします。面白かったらフォローしててください。日本語の洗脳は英語のブレインウォッシングの直訳であり、英語のブレインウォッシングは中国語の洗脳の直訳である。アメリカの CIA が朝鮮戦争の行われた思想改造。合ってたでしょ？メロン合ってたでしょ？俺が言ってたの。そう。だからどこの文献からじゃなくて、洗脳を研究しているそもそもの始まりが他者の行動原理。要は、国であったりとか、なんていうのかな。なんていうの、思想を書き換えられる。簡単に言うとね、なんていうのかな。ちょっとごめんね、俺が今頭ぼーっとしてて知識が回らないんだけど、なんつったっけな。無意識下における行動領域のことをね、専門用語があるんだけど、ちょっと今出てこないんだけど、簡単に言うと、無意識に、チョイスするっていうのを書き換えられることを洗脳って言われるんだよ。で、しかも、他者の行動原理で動くようにっていう。ちゃんと定義がありますよ、洗脳は。文献に関して反論をするのであれば、自分で調べて、そこは。反論、早々出せっていう人いるけど、それは単純に知識っていうのは早々出したら正解っていうわけじゃないんだよ。うん。なんでかっていうと、論文とかも、学問ってそもそも、こっちが正しい、こっちが正しくないって言い合って、で、その検証を行われていって、どっちが正しいっていうのがセオリーになっていくっていうのが科学、学問のそもそもだからさ。和道が嫌いっていうのを和道を好きって変えるのが洗脳。それはちょっと違うかな。めぐちゃんいらっしゃい。
洗脳の意味を一致させてるのは洗脳じゃ、ん？洗脳の意味を一致させてるのは洗脳じゃないんですか？ぐるぐる回ってしまう。ん？洗脳の意味を一致させてるのはってどういうことじゃないんですか？洗脳ってもっとテクニカルなものなんですよ。うん。だから、学校教育は洗脳に当てはまらないの。なんでかっていうと、定義上、あれはやってる技法は洗脳なんだけど、洗脳と一緒なんだけど、そうすると知識の否定になるの。教育の否定になっちゃうの。だから教育と洗脳の線引きをどこでやるのか。要は、会社とかでも洗脳と同じ技法で朝礼とかやるじゃん。あれは洗脳と全く一緒の技法なんだけど、なんで洗脳に当てはまらないかっていうと、社員が自ら入社してそこの会社に入りたいって決めたから。もしくは、学校だと自分で選んでるじゃん。学校に行くっていう選択を。だから、自ら選んだっていう定義がある。別に学校に行きたくないっつったら学校に行かなくていいわけじゃん。そう。だから洗脳とは違うのね、そこは。洗脳っていうのはもっと強制的にやるのよ。で、今度マインドコントロールっていうのはその強制力を外していくんだよ。要は、知らぬ間にっていうのがマインドコントロールの定義の方の。うん。宇宙人を信じてたんじゃなくて、おそらくいるだろうねっていうのが俺の考え方。うん。理屈上いておかしくないっていうふうに俺の頭の中では思ってるっていうことね。サブローさんどうもどうも。うん。うん。例えば、その、デカプリオさんの言ってる理屈っていうのが説得力がないの。俺に関しては。うん。見たことないからいないっていう。うん。だけど、なんで合わないのかっていうのを、その、なんだっけ、博士が言ってる方が、俺は説得力があるっていう。メンタリズムは全然違う。マインドコントロールとメンタリスト、メンタリズムっていうのは全然違う。あれはマジックだから。自分から入って洗脳されて抜け出せないっていう事例はあるよね。あるよ。うん。公理みたいなものっていうか、言葉の定義を決めるときに、学者っていうのは何をするのが仕事かっていうと、定義を決める。要は公理を決める。言語が生まれるっていうのは、新しい概念が生まれるっていうふうに考えてください。で、学者の一番トップの人たちは言語を決めるのが仕事なんですよ。だから洗脳っていうのの定義化をどこで行うのかっていうので、研究がスタートするわけじゃん。だから、原理原則みたいなものなんですよ。じゃないと、例えば学校教育は洗脳だって誰も思ってないわけですよ。だって明らかに違うものだから。じゃないと、それは知識の否定になっちゃうっていうことは言ったな。知識そのものっていうのは、本人たちが結構、伝承であったりとか自分で取りに行ったりとかして身につけていくものだから、そこは洗脳とは全く定義が違うんだよ。うん、さっき宇宙人と宇宙人がすれ違わない理屈を話したんだけど、それを理解できてないじゃん。デカプリオさんは。だから、議論をするには同じ知識レベルっていうか、教養が必要なんだよ。俺が言ってた意味を理解できてないんだよ。そう。だから、サトルさんもね、フォローしてくれてるけど、そもそも俺らが宇宙人だよっていう言葉遊びっていうのもあるし、宇宙時間の滞在の長さが、知的生命体と知的生命体の、すれ違いっていうのを拒んでるっていうのも説明したはずなんだけど。だから俺が言ってることを理解できないと反論ができないんだって。それはさっき説明してるじゃん。言ってる意味わかるかな？例えばね、中国のいるパンダっていうのってここ100年ぐらいで見つかった存在で、白虎とか青龍とか、みんないないって分かってるじゃん。幻獣って呼ばれてる4つの動物とか。あれと同じ扱いだったのよ。だから中国では友好国とかにパンダを送るのね。パンダってここ100年で見つかった幻獣なんだよ。あれ、ドラゴンとかと同じ扱いだったの。そう。で、見つかったから俺らはそれを知らないでパンダっていう動物を認識できてるわけじゃん。それまでは伝説の動物だったんだよ、パンダって。
大体ディスカッションで負けるやつって反論できずしてみろ余計になるような。だから早々出せっていう人いるんだけど、反論をする人が早々出すのが普通なんだよ、うん、まず大前提として、うん、あのね、俺はね、サブローさん、実はね、地球をダメにしてる動物っていうのも人間の考えだと思ってるの。例えばね、なんでね、地球っていうのを壊せないかっていうと、地球の質量の中で人間がコントロールできる質量って超微々たるもんなの。で、唯一ぶっ壊せるのが大気なんだよ。だから大気ってすっごい薄い膜だから簡単に壊すことができるのね。だから大気以外は壊せないって言ってんの。水の汚染させる、例えばさ、海の膨大な面積でさ、船がバーンってやってオイルがばらまかれたと。あれ、ずーっとオイル残ってるわけじゃなくて、メディアの洗脳でさ、あの、一部の部分が真っ黒になってるのだけ撮ってるけど、あんなもんごく一部なんだよ、海からすると。で、大気汚染で言ったらさ、水俣病とか何々病って言ってさ、その、そういう病気はいっぱい出てるんだけど、でもね、国家単位で潰れたことないの、大気汚染で。2年ぐらいで特定の一部だけが汚染されることはあるんだけど、2年3年すると治るんですよ、そういう大気系の汚染って。なんでかっていうと、地球っていうのは膨大すぎて大気が治るからなの。だからね、地球を汚してるのは人間っていうのは人間の方が偉いっていう傲慢さから来てるんだよ、うん、そう子供たちに宇宙人いるって堂々と言える。俺はだから放送で堂々と言ってるじゃん。子供たちも聞いてると思うし、俺は宇宙人はいると思うよって言ってるよ、うん、実はね、地球を破壊することなんか人間には無理だよ。だから地球に生かされてるっていう風に思わなくなった人間の傲慢さから来てるんだよ。地球の一部だから人間なんて。俺はそう思うけどな。じゃあ今ちょうど100人いるからさ、和道とあの俺に反対してるリスナーさん、どっちが正しいと思うか聞いてみようよ、うん、やっぱお前頭おかしいわって言ったけどさ、どっちの方が説得力あると思う、今の話やり取りを聞いてて。和道の人は和道、このデカプリオさんっていう人要は反論してるわけで、どっちが説得力あるか聞いてみようよ。和道の人は和道、デカプリオさんの人はデカさんって書いて、ちょっと、うん、俺はそうそう、考え方っていうのは多様性があって普通だと思うからさ、うん、だからその頭おかしいっていう風に思ってるのは、反対意見を持ってる人はそういう風に言うんだよ。でも結局説得力を持ってるかどうかなんだよ結局、うん、裏付けとかさ、ソースとかを出してんのは俺の方が出してるわけでしょ、今回の話に関しては、うん、だからまずディベートするさ土台に入ってないんだよ。そう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 、相手の煽りになってるわけじゃん。で、なんつうの、やっぱお前頭おかしいわって人格否定なのまずその議論をする上で人格否定って最も関係ないところだから、そう、人格を、人格をその共感を求めるっていうか、まあなんつうんだろうな、共感を求めるね、どうなんだろうね。そうそうそう、宇宙人いない説でどれだけ支持を集められるかやってみるといいよ、うん、俺は宇宙人いないって思わされてる方が洗脳だと思ってるから。俺が言ってるのはあくまで知的生命体の話だからね。
知的じゃない生命体だったらもっといっぱいいると思ってるよ、うん、宇宙人はいるに決まってるでしょ、どう考えても。まあね、人格否定は全く意味がないよね。例えばそのじゃあね、面白い話があって、デカプリオさんがさ、俺は見たことないから信じないんだって言ってたけど、それってゼロの否定なんだよ。俺ら数学上のゼロの概念っていうのは当たり前に使ってるけど、ゼロの存在って実はこの宇宙には存在しないんだよ。数学的脳内宇宙だけで形成されてる概念っていうのがゼロなのね。アホさんいらっしゃい、僕は配信業です。ゼロって見たことある人いないでしょ。ゼロだから。マイナスは存在するのね。もともとあったものが限定的になくなるっていう現象は発見できてるけど、もともと何も存在しないゼロっていう概念を見たことある人はいないはずなんだよ。でも俺らはゼロを使いこなしてるし、あるっていうことを理解してるじゃん。そう。だから、そのゼロについてはどう思うのかを聞いてみたいよね。そう、見たことないものを信じて使ってるわけだから。もともとゼロのものってないでしょ。見たことないでしょ。ゼロなんだから。でも俺らはゼロを理解してるし、ゼロを使いこなしてるじゃん。いや、俺が言ってるのは、だから、その、見たことないものはないっていうのは、そういうことはどういうふうに反論するんだろうっていうのは聞いてみたいなとは思うけど。俺はお化けはいないと思ってるよ。決めつけは良くないよ。俺はお化けはいないって言ってるから、うん、霊はいない、霊力はあるって言ってる、うん、だからその決めつけは良くないよ。要は議論するっていうことは相手の話を聞かないってことでしょ、うん、そういうのは人と会話をする態度にないよ。俺はお化けいないって言ってるからでしょ。君のこいつはこういう風に違いないっていう思い込みが、その、なんつうの、誤解を生んでるんだって。別に普通に話をやり取りすればいいじゃん。何がゼロなの？うん。これは脳内現象、要は霊力だっていう風に言ってるよ。霊に関しては。だから体験主義者なんでしょ、うん、体験主義者なんだよ。ウイルスは怖いね。俺は、まあいつも言ってるけど、アートマン、要は、我の否定をしてるから、アートマン自体いないっていうのが俺の考え方だから、そう。うん、要は、人格そのものがいないっていうふうに考えてるの。自我そのものの否定をしてるのが俺だから、アートマンは存在しないって言ったの、イコール、霊は存在しないって言ってるのと一緒ね。釈迦と同じ。うん。ヘリクツかな。ヘリクツ言ってるかな。うん。アートマンの否定は仏教思想で、そうだね。うん。
いや、仏教思想的なことじゃなくて、科学で進んでるわけじゃん、サトルさん。俺はあれね、霊の否定は明確にいないっていうのはブッダが正しいと思ってるけど、仏教の頃っていうのは、空に天があったっていうふうに考えるんだよ。だから、その宗教的世界観、要は、地球っていうものが宇宙、世界だったのね。で、大陸とかいう概念もなかったじゃん。だけど、それよりも、現代はもっともっと進んでいて、その衛星を飛ばしたりとか、月に人類が行ったりっていう風に、ブッダの頃からさ、情報量が多くなってるじゃん。そこから加味すると、もしブッダが生きてたら宇宙人はいるだろうねっていう風に憶測はすると思ってるっていうのが俺の考え方かな。青じいらっしゃい。だからブッダが生きてた頃と情報量が違うんだよ。変な本って例えばどういう本ですか？何が変な本なのかは分かんないですね。ちなみに僕は本を読むことはいいことだと思ってるんで、なんか変な本読みまくってるだろうっていうのを本を読まない人には言われたくないかな。なんか本を読まない人はどれがいい本かどれが悪い本かっていうのは分からないはずだから。それはあなたが知識に対する欲望とか勉強不足なだけであって、本を読むのは基本的に俺はすごいいいことだと思ってますよ。読まない人よりはね。幽霊に関しては、和道さんは文系的な考え方で、理系的な考え方をすると現在の物理現象不足になると思う。幽霊に関しては俺いないって言ってんだよ、ゆるりさん。そうじゃなくて、脳内物質の過剰反応による幻覚だっていうのが俺の捉え方。俺幽霊いるって言ってないよ、ゆるりさん。そうそう、本から得てそれを体験と結びつけていって初めて知恵になるんですよ。知識っていうのは役に立たなくて、知恵を作らないと俺は意味ないと思ってるのね。幽霊とはっていうのはもともとずっと議論をされていて、遡るとウパニシャット哲学っていうのに、ボンガ一ニオっていう考え方に行き着くんだけど、要は魂の肯定をしたっていうのがそのウパニシャット哲学で、その魂と神様っていうのはリンクしてるっていう、ボンガ一ニオっていう考え方があるのね。バラモン教の元になってるんだけど、それが多分一番、幽霊とか、魂とか、アートマンっていうんだけど、そういうものの原型になってるんですよ。古代宗教の。で、俺はそれを否定したブッダの考え方が正しいと思ってる。要は、我がないっていう状態ね。夜に幽霊が出るのは人間暗いところが怖いから。そうだね。そう、そういう時っていうのは過剰にその脳内物質が出るから幻覚を見える。例えばだから面白いことに見たことないものを見ないんですよ、人間っていうのは。例えばその幽霊っていう、宇宙人っていうのがテレビで、こういう形してると。要は足がついてて、要は頭があって足がついてて、火星人っていうイメージをテレビが発表したら、これを見たっていう人が急に増えたとか、そういうこともあるのね。でも俺は宇宙人、知的生命体っていうのは人の形をしてるとはとても思ってなくて、もっとなんか人間が想像もしないような、形をしてるのが知的生命体だと思ってるね。脳内の幻覚の説明で分かりました。すいません。ちょっと誤解しました。うん、全然聞いてもらえれば全然深掘りしますよ。僕も若い頃からいろいろ探求してきたけど、答えはないのが今の結論です。
ビデオに幽霊が映るのは、まあだから光の加減とかのあれじゃないの、なんか錯覚じゃないの。例えば今最新のなんか映画とかを、多分映画っていうものを見たことない古代人とかに見せたらすごい幽霊だって言うと思うけどね。怖いと思うことが洗脳されてる。キリスト教信者が多いアメリカとかヨーロッパじゃ墓地、公園とか夜のデートスポット、沖縄もそうだね。沖縄はお墓の前でセックスするんですよ。お墓がパコリスポットなのね。雨風しのげるし、沖縄のお墓って丸いドーム状になってるんですよ。いや本当だよ、沖縄に住んでるリスナーさんいたらこれ本当だよって言うと思うよ。知らない？ほら俺沖縄の家計半分入ってるから、うん、霊なんて存在しないという人には霊なんて存在しない。俺も同意見かな。青缶ですよ、青缶。俺がいつカトリックとプロテスタントと一緒にした？今聞いてる人がさ、俺カトリックとプロテスタント一緒だなんて一言も言ってないよ。俺キリスト教に関して言った何か。俺何にもコメントしてないよ、めぐちゃん。大丈夫？俺自分で今キリスト教の宗教観全く喋ってないけど。グラマラスな宇宙人、幽霊なら大歓迎。全然俺そんなキリスト教の木の字も言ってないけど。ゴルゴさん、バーガー5個ありがとう。洗脳されてるんじゃない？大丈夫。ヨーロッパとアメリカと、俺そんなヨーロッパもアメリカも話してないよ。俺言った？なんか、あぬんなきさんいらっしゃい、お久しぶりで。自分がやったことには責任持てるけど、勝手に勘違いして「ほらまた」とか言われても、カトリックとプロセスタントの話なんか俺してないよ、うん、大丈夫。そうそうそう、サトルさんのコメントをなんか俺が言ったことだと勘違いしちゃったんだろうね。そういうことっすね、結局人生が短すぎるっていうのは、うん、そういうことっすね。惑星間の距離が離れすぎてるんだよ。まあでもね、アメリカプロテスタントが作った国っていう意味で、そういう意味でそういう話題を持ち出してきたんじゃないの。あ、ただね、ボンちゃんの方が知識があっただけで。別にアメリカにもね、少数派かもしれないけど、カトリックはいるわけだし。
だからその今ボンちゃんが話してる内容っていうのはフリーメイソン発祥っていうか、フリーメイソンがあの流行ったきっかけにもなってるんだよね。でもまあまあ何に関しても決めつけは良くないよ。人と話をするときに決めつけっていうのは良くない。達彦さんいらっしゃい。フリーメイソン信じてるんじゃなくて、俺誘われたことあるからいますよ。全然日本にフリーメイソンが流行る前から誘われてたから。あのフリーメイソンって別にあの秘密結社だけど、あの世界中にあるし、だから日本法人があの秘密結社の毛が強いだけで、あのイギリスとか行ったら別に普通にお金払って入会できるからね。結構開かれてる。信じてるんじゃなくて実在する組織だから。だから何でも俺の方がすごいっていう人が多いんだけど、まず俺は知識とは何なのか経験は何なのかって言った時に、俺は物差しの例えをよくするんだけど、人間には物差しを持ってるんだよ。要はここからここまで俺は知ってるっていう、この物差しの大きさ、器の大きさと捉えてもいいけど、俺は物差しっていうね。でこの物差しから外れたことは全部嘘だっていう人が世の中にはいっぱいいるの。要は器の小さい人ね。要は自分の経験の尺度でしか物事を語られない。でも実際にいろんなところで見聞きしたもの、見聞が広い人、本を読んでる人っていうのは物差しがでかいんだよ。受け入れる幅がでかいのね。うん。だからその生きていく上で物差しはできるだけ大きい方が人生は有利だよっていうふうに思ってる。それは俺の考え方かな。物差しからはみ出したとしても嘘だっていうのは自分の知識不足を露呈したりすることになるから、賢者はそういうことしないんですよ。フリーメイソンってどんな活動をしてるんですか？金持ちサークルっていうのが現状かな。日本人にか、日本のサークルに関しては。もちろん宗教的な意味合いとかも結構、あるよ。例えばその、秘密の言語をまず覚えたりとか、儀式っていうのがいろいろあるんだけど。で、すごい、階級が分かれてるのね。でも、要は金持ちサークルですよ。ライオンズクラブとか一緒。実在するから世にここまで出ると僕も思います。いやいや実在するんですよ。フリーメイソンは高須クリニックも入ってるし、あの鳩山その一番最初の首相の方ね、あの今の鳩山さんじゃなくて弟の方は入ってるね、鳩山さんとか。フリーメイソンってどうやって入会する？あのね、日本の法人に関しては俺は一人から誘われたんだけど、2000人会員がいるんだよ。で2000人会員いる中からその口裏合わせでこいつを入会させようというのは禁止していて、この人気に入ったと、この人の人生救い上げたいと、仲間に入れたいって言ったら推薦状をもらえるの、一人から。で、もう一人から推薦状がもらえて、二人からの推薦状が入った時に初めて入会できるから、すごく難しいの。俺は一人から入会を誘われたから、もう一人誰かから誘われたらお前来いよっていうふうには言われたけど。でも月謝7万円なのね。めちゃめちゃ高いのよ。だから入るまでね、相当ハードルが高いよ。要はもうそのランダムにこいつは信用できるっていう、秘密を絶対守るっていう人しか誘われないから。だから入会、日本の法人に関しては入会したいですって言って簡単に入れるもんじゃない。ランダムで2人から誘われないといけない。だから家族になるってことだよね、要は。で、あとは特定の神様。まあ、それは言えないんだけど、ここでは。
ある特定の神様から、信仰していないといけないっていう、いろんな条件がある。あと、女の人は入れないとかね。男じゃないと入れないの。ユダヤの世界征服についてどう思うっていうか、ユダヤは滅ぼされた民だからね。別に世界征服できてなくて、彼らは金融が強いっていうイメージだけど。もともとその貨幣の始まりとか銀行の始まりってフリーメイソンから始まってるのね。フリーメイソンは宗教ではないっていう風に言ってるんだけど、宗教色は強いです。それはさっきのね、プロテスタントとカトリックの兼ね合いもあるんだけど、もともと萎縮職人っていう風にみんな知ってると思うんだけど、教会とかを作ってたりとか、十字軍とかイルミナティも存在しますよ、もちろん。百人会議とかで検索してみてください。大統領でも入れないって言われてる会議、日本人は確か2人参加してるんじゃないのかな。そうそうそう、貴族の要は仲間内でこういなんつうの、人生家族だよ、要は特定の宗教みたいなもんだよ。もともとなんでヨーロッパでフリーメイソン流行ったかっていうと、カトリックがプロテスタントの人と一緒に酒場で飲むのを禁止したのよ。いや、迫害されてたもん、プロテスタントって。で、その時にカトリックだプロテスタントだってなると、要は弾圧されると、上から取り締まられちゃうから、そうじゃない萎縮職人の仲間ですよって、ギルドですよっていう言い訳をして仲間内で飲んでた。だからフリーメイソンっていうのは、その宗教色が残ってたりとか、そのギルドだって、俺ら職人同士で飲んでるだけだって言い訳に使ってたんだよ、もともとは。だから広まったの。その名残だよね。秘密結社なの、なんでかっつったら、宗教関係してるっていうと、取り締まられちゃうからっていうし、あれです。フリーメイソンの代表誰なんだろうね。代表っていうか国によっても、違うんでしょ。統一されてないから全然。だから日本法人の代表わかんないけど、なんかあれじゃん、なんとかロッジのとか、関昭雄がよく会話してるじゃん。全然秘密結社じゃねえよって。全然オープンじゃん、みたいな。いや、明日のコラボ、便所太郎さんと、どれ深夜食堂さんと、東京、大阪先輩と、あと、ゆうゆうさんっていう、ニコ生のナムさんとかと、集まって練習最後のやろうっていう話だったんだけど、そのコラボが僕の、肺炎のせいでなくなりましたっていう話。そうそうそう、自由の女神はフリーメイソンが送ったっていうね。そう、東京タワーの下にあるって。そう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 。日本法人は東京タワーのあの辺にある。すごいメンツだよね。だけどこんなんでさ、格闘経験者に殴られたら死んじゃうよ、俺。1ラウンドも戦えないよ。ちょっと申し訳ないけど、ドレさんが気遣ってくれて明日はやめようって言ってくれてさ。体直せ。YU コンビって何？あ、嫌いなの？そうなの？めちゃめちゃいい人だよ。なんで嫌いなの？偏見はなくそうぜ。和道のために一肌脱いでくれてんだからさ、そこは評価しないと。いろいろあるだろうけど、なかなかできないよ。和道を強くするために俺のこと殴れって言ってくれる人いないよ。まあね、配信者だからいろいろ過去やったこととかはあるんだろうけどさ、そこの部分は目つぶってあげてほしい、絡むときは。お互い怪我し合ってさ、やってるから、俺は仲間だと思ってるから、和道リスナーには、なんか、一肌脱いでくれたことに関しては、なんかこう、一個ね、
暗黒森の配信見てたから嫌い。まあまあまあ まあそれはあるけど、それは伏せてあげてほしいな、絡むときは、しんどいんだったら休め。でもまあ俺もこれで食ってかないといけないからさ、しんどいときほどやんないと。ありがとね、気使ってくれて。しんどいときほどやらないと。やめる理由なんか腐るほどあるからね。でもやるんだよ。いやいや、俺の都合だよ別に。完全に俺の個人的な都合だから、それは誰が偉いとか誰とかこうとかないよ。俺がやりたくてやってることだから、やらなきゃいけない理由が俺にはあんだ。お、ゆうゆうこんばんは。風船ありがとう。ミストサウナいいね、あのんなきさん。ミストサウナ行きたいね。喉ね、もうバカになってるからね。これ直さないと。風船ありがとう、アヌンナキさん。風船ありがとう。でもさ、こんな俺の配信を楽しみに待っててくれてる人がいっぱいいるのはありがたいよ。風船ありがとう。生主麻雀出たいってみどりさんにずーっと言ってるんだけど、みどりさんからオファーは一回もかかんないかな。今度出してやるよとは会った時言われてるけど、やっぱ NG なんじゃないかな。俺は生主麻雀出たいなっていうのはみどりさんにも伝えてあるよ。今度出してやるって言われたけど、でもやっぱ声かかんないってことはダメなんでしょう。旅の準備全く何もしてないよ。そろそろね、仕事終わってから始めようと思ってる。10日間で、あと5日だから仕事、そっから頑張ろうと思ってます。塩うがい、塩風呂、無理されないで。うん、ありがとう。鼻うがいはやってるけどね、塩でね。塩水で、鼻ズズって吸って。では、粘膜全部洗い流して。海みたいなのが出るんだよね。要は、免疫と戦って、赤血球だか白血球だかの死骸が出るんだよね。ドロドロした。要は、免疫でバカになってるんですよ。暗黒脳は過去をずっと引っ張るからな。緑が良くても暗黒脳が NG 出す。暗黒脳ほんとなんか俺嫌いなんだよね。あいつらなんか気持ち悪い。なんかずーっと同じこと言ってるし、凝り固まってるっつうか。あれ宗教だよもう、暗黒脳は。これはあのノリは一番、ニコ生の一番ダメなところは暗黒だと思ってると。あら、良くも悪くもミスターニコ生だよね。いや、それあると思うよ。ではもうみどりさんが気に入らないと上に行けないっていう仕組みはね、絶対あるから。みどりさんがやりたかったのってこれなのっていうのは思うけど。
後輩育ててないじゃん。みどりさんのおもちゃばっかりじゃん。もう俺はだから逆に言ったらそこと縁切るためにこっちに来たわけだから、くだらねえと思って。みどりさんは個人はすごいと思うよ。だけどなんかその今の暗黒のノリがニコ生をダメにしてると思ってる、うん、運営もね暗黒に肩入れしすぎだよ。もうダメだよあれは。ニコ生はもう終わったね。予算がこっちに来た時に確定したね。だって他の配信者全員こっち来てるじゃん。ニコ生の中堅どころ、サノッチもやってたよ。サノッチにコメント打ったけど、なんか和道はニコ生から逃げたってずっと言ってたけど、やってみたら分かったわって言ってくれたよサノッチは。俺はニコ生から逃げたと思ってたけど、新しいところで勝負して結果出してるんだって言ってくれたよ。いや、ここのふわっちでこれだけ人集めるの難しいわって言ってた。マキルさんはコツ。だからやってみるとやっぱ意見変わるよね。だからニコ生から来てさ、結果出してる人と結果出してない人の差が結構あるから、ふわっちは。ニコ生のノリはね、絶対やらない方がいいと思ってる、ふわっちは。だからキャスのね、配信者は結構うまくいくんだけど、ニコ生の配信者は柔軟性ある人じゃないと無理だと思うよ。だキャスを一回経由してるっていうのが強かったのかもしんないね。ポンちゃんもふわっちやってるね。あと、なんだっけ、中堅どころで、なんかすごい人気があった。なんつったっけな、フグちゃんか。フグちゃんとかもやってるし。ニコ生でやる理由が多分ないんだよ、今。そうだよな、500円払ってやる意味ねえよな。ただでもいいからこっちやりたいでしょ。お金かかんないのでかいよ。お金かかんないどころかお金儲かるんだから。なんだそれって話だ。500円払ってボコボコに悪口言われるサイトで誰がやるんだよ。ニコ生はもう見てる人も少ないんじゃないの。リスナーからしても500円払ってなんでこんなん見てんだって話でしょ。よっさん、いや、よっさんも全く当てはまるでしょ。よっさんは俺いつくと思ってるし、絶対来るって予言してたよ。もう何ヶ月も前からよっさんは確実に来るって。よっさんはチャンネル番になるからって。そのタイミングで確実に来るよって。その兆候がね、前から出てたんだよ。いや、絶対やらないって言ってるけど、あれは振りだからって。絶対って言葉使うってことは、興味持ってるんだよ。ラインライブはね、どちらかっていうと、テレビと提携してるから、番組制作会社が、番組を持ってるの。俺、テレビ出た時、その制作会社に行った時に、ラインライブ2つぐらい番組持ってて。だからね、芸能人を使ってるんだよ。ジャグラーダンスかな。うん。アフリカ TV やらなかったっていうのが、ね、もう、決定打だよね。一回やりだしたらこっちの方が絶対いいから。合う合わないはあると思うけどね。ニコ生の方が合うわっていう人もいると思うけど。あ、正直言うとね、ネルさんは俺ニコ生でやってた方がいいと思う。うん。ネルさんはそれが正解だと思ってる。ネルさんはニコ生のノリだよ。旅配信はね、4月の10日からやります。ぜひぜひ皆さんリア凸に来てください。1万人リア凸するまで帰らないっていう企画をやるんで。よろしくお願いします。ぜひ皆さん会いに来てね。アフリカ TV はちょっとね、名前、ネーミングはちょっと良くないね。ふわっちはすごくいいと思う。名前。野田通り見ない。ニコ生やってんじゃないのかな。あ、YouTube ライブやってんだ。ネルさんはニコ生合ってるなって思うよ。ネルさんとあとピョコタンも合ってるね。あの二人はミスターニコ生でいいと思う。力屋さんとか。ああいうね、なんつうんだろう。面白さはニコ生じゃないと表現できない。まあ、緑さんもそうだけど。あの辺は他行ったらダメだよ。ピョコタンは特に面白いね。
ムカつくよね、あの顔。なんだろうな、すげえムカつくけど、すげえ愛されキャラなんだよな、ピューコタン。超面白い、あいつ。腹立つよね、あの顔。かわいい。その顔で、その目線で言うんだっていう、絶妙なところなんだよな、ピューコタン。どうやって数えるの ?1 万人。いや、数えるの、バカにしてんの。数ぐらい数えられるわ。バカにしてるだろ。俺、数字数えらんないと思ってたの、ゴルゴ。普通に数えるよ。数ぐらい数えられるわ。いや、誰も達成したことないことやりたいからね。いや、ぴょこたん俺素手クズだと思うね、うん、絶対楽屋でもあのキャラだと思うよ。なんか昔いじめられましたみたいな。すごい壮絶ないじめにあってたけど、心がめっちゃタフなタイプっていうか、うん、いや、保険証持ってないんだよ。ニコ生は慌ててニコ生公式支援プログラムみたいなことやるみたい。あー、もう遅いよ。やるタイミングなんかいくらでもあったんだから。もうね、ツイキャスに取られた時に焦らなかったのはもうオワコンだなって本当思った。もうね、やる気ないよ、ニコ生は。あまりにも数が多いから。大丈夫だよ。コメント欄に書いとけばいいんだよ。あと何人って。最初の100人ぐらいはパパーッと終わりそうだけどね。みんな来てくれるっしょ。そっから先結構きついよね。全盛期の3割減ってる。いや、3割どころじゃないわ。あの、1割ぐらいだよ、全盛期の。全盛期だって、洋平くんとかに話聞いたらすごかったもん。どんなに過疎生主でも予約待ちだし、あの、枠開いたらもうすごい数、立ち見とか出るの。だからそのシステムで500人しか見れないっていう名残があるわけじゃん。サーバー混雑するから。配信者がまず1時間待ちとかなんだよ。あ、わかんない。ハニーワークスわかんないな。その名残がワコツ。そうそう、ワク取りお疲れ様ってなんで挨拶わざわざするのかって、そうそうそう。贅沢尾藤さんの言うのに、なんでわざわざワコツって、ワク取りお疲れ様って、ワク取るのが難しかったからなんだよ。こんにちはって意味だけじゃないのよ。やった、枠取れた、おめでとうみたいな意味なんだよ。そう。いやー、どうだろう、頑張ってんじゃないの洋平くん。わかんないけど。頑張ってるでしょ。ああ、まあ、もう完全にメインストリーム。だってさ、今、この時間帯、あれだよ、ふわっちの配信者200人超えたよ。前なんか5人とか10人とかしかいなかったじゃん。やばいね。今200人だって。はい、若津好みいらっしゃい。増えたよね。200人はすごいわ、配信者の数。来てる来てる。ニコ生見てみようか。何人雑談なもの主やってるか。今ね、今の生放送を見て、顔出しが267人。ああ、もう、もう、遜色ないね。顔出しが267がニコ生で、で、あの、ふわっちは204人だから、もうね、ニコ生超えてるって言っても過言じゃないよ。だって、大手が全然違うもん、大手の質が。変わったわ。明日はね、コラボキャンセルになったよっていう放送。便所太郎さんがなんか練習付き合ってやるよって言っててくれてたみたい、ドレさんに。なんかドレさんから連絡来て、体調どう?って。でも明日は雨降るし、和道の体調それトレーニングできないからって。便所さんも来るって言ってくれてたけど、断るよって言ってくれてた。
弁当太郎さんでね、やってみたかったけどな。とてもじゃないけど戦えないよ今俺。戦える状態じゃない。ごく少数の配信。ああ、あれ？お色気系のこと？なんか最近増えたよね。お色気系ね。で、要はね、FC2 のアダルトから人が流れてきてて、これ運営難しいとこだなと思ってるよ。でもこれアウトでしょ。住所さらされたくなければ花火50発投げろ。あ、それはもうアウトだよ。その辺は規制していかないと。そんなん絶対ダメだよ。ベンドさんっていうか、ドレさんとの普段の練習っすね。毎週日曜日はドレさんとトレーニングつけてもらって、最後の練習があったんだけど。ちょっと、僕の都合でドレさんが気使っていただいて、もうそれは病院行けっつって。YouTube ライブはいいと思うよ。いや、オーバーワークすぎるんだよ、もう。自分でやっててわかるもん。そう、いや、普通の選手からしたらオーバーワークでもなんでもないんだけど、要は、体ができてないのにやりすぎなんだよ、俺の場合。だってもうヘトヘトになって仕事も行ってるんだよ。で、配信もね、リスワン狙いたくてずっとやってて、もう寝れなくてさ。で、プライベートでもごたごたがあったでしょ。うん。そうだね。俺もそこはちょっと運営には厳しくやってもらいたいなとは思ってるね。いや、ドレさんめちゃめちゃいい人だよ。うん。ドレさんはすごいよ。精神弱い生主多い。精神弱いから生主やってんでしょ。働いて仕事してトレーニングして、じゃあボロボロになるね。ボロ、多分ね、その、元カノがね、一番それを見てたから、うん、もうね、それをもうね、元カノはもう二度と配信には映らないっていうね、感じになっちゃってるから、証言はしてくれないけど、うん、ノンタンっていう元カノがね、ずっと俺のそばにいてくれたから、あれだよ、あれだよ、ノンタンとの夜のトレーニングもあったからね。頑張るのは悪くないけど、体には限界がある。限界超えてたね、ちょっと。うん、結構ハードワークだったよ。試合終わったら体休めるよ。当たり前じゃん。トレーニング続けると思ってたの。休めるよ。むしろもう早くトレーニングやめて普通の生主に戻りたいよ。うん、疲れるよ。またのんたんにね、会いたいな。うん、いつか会えるといいなって思ってる。いつか胸張って彼女と会いたい、俺は。もう会えないかもしんないけどね。残念だな。いい子だったね。もうあと2ヶ月後だもんね。もうあと2ヶ月後だよ。うん、いや、ごめん、なんか、締めっぽくなってごめんね、なんか。うん、もう、のんたんをこの画面で見れることは二度とないから。うん、のんたんっていうワードも禁止だから、もう。今、ナイーブになってるから。まあまあ、あと、ね、何年か経ってさ、あの時は、みたいな感じで会えたらいいなと思ってる。のんたんティッシュ取って、ごめんね、咳がすごいから。ありがとうのんたん。うん、アネトン飲む。アネトン取ってんじゃん。はい、ありがとう、ありがとう。
いや、飲んだんじゃないです。女性リスナーさんです。僕の、風邪を看病しに来てくれた女性リスナーさんです。匿名の人なんで。あんまり、リスナーさんの詮索はやめてください。プライバシーがあるんで。いや、リスナーさんの詮索はやめてください、ほんと。アネトン飲みます。そう、1日6回までいけるんだ、アネトンって。看病歯にょかよ。はい、家からに金柑煮詰めて持ってきてくれたから。飲んだ。これ具いらないからさ、ドリンクだけ作ってくんね。具入っちゃうんだよね。あ、じゃあいいよ。捨てちゃっていいんだ。洗ってもいいし、洗わなくてもいいよ。ドレさんに一発パンチ当てたかったな。ドレさんに一発だけパンチ当てたかったよ。それが恩返しだと思ってたから。もうすげえドレさんにパンチ当てたくて夢中になって練習してたのにさ、やっと技を一個覚えたのに。いや、名前呼んでないですよ、僕は名前呼ばないですよ。やめてください。僕は後ろを振り返らない配信者なんで、終わったことは終わったことで処理つけるタイプなんで、けじめ大事だよ。そう、のんたんさんだから。そうそう、んたんさんだから。そうそう、贅沢ビタ分かってるね。そうそうそう。頑張ります。軽くだけトレーニングやろうかな、この後12時から軽くだけトレーニングやろうかな。やめた方がいいかな。でも左のさ、感覚っていうのをさ、体が忘れるのが怖いんだよね。先っちょさんいらっしゃい。左の感覚を元に戻したいんだよね。試合まだです。試合6月の10日です。まだまだ先。あ、チケット見せてよ。やめた方がいいかな。場所バレて。場所バレていいじゃん。ああ、席バレたくないの。だってあれか、ノリコあれか。いいじゃん。はい、チケットがこんな感じです。チケットがこんな感じで、セブンイレブンで。すごいよね、なんかプロっぽいよね。和道って書いてあるよ、ほら。和道ってちゃんと名前書いてあるよ。すごくない？なんかさ、芸能人みたいだよね。主催踊る便所太郎、ポンスケ、石川のりき TJ、金梅、三杯目光、セブン、和道、桃七、他。名前乗ったぞ、みんな。他にされなくてよかったよ。ギリギリ和道乗ったぞ。なんか良くない？これ。これ記念になるよね。
これだけでもさ、リスナーさんからするとさ、記念になるじゃん。宝物になるじゃん。今まで応援してて、やっと、E プラスとかローソンで、こういう風にチケット化されるようになったぜ、つってさ。ね。なんか、すごいよね。うん、ポスターもこんな感じで、額に入れちゃったよ。もう素人感満載で申し訳ないんだけど、額に入れたよ。うん。そうっす。捨て頃。いや、便所さんの企画なんだから、便所さんトップでいいでしょ。飾ってあるけど。うん。ドレさん、そうだになっちゃったね。よかったー俺の対戦相手その他だから本当ありがとう。チケット手に入んなかったの、みんな。 DVD が出ないって、今回 DVD 出ないってあ、共産のチケットは別なんだ、カラーが違うんだ。それも記念になるね。俺はプレミア買ったよみたいなね。どれさんがその他、そこはまあ、そこはまあ、譲らねえよ。格闘家としては尊敬してるけど、配信者としてはさ、それはその他でしょ、どれさんは。チケット買えなかったんだ。だから、言ったじゃん、日付変わったら、もう、がっちり並ばないとって。え、チケットステッカーセンスポスター。あ、そんなに豪華なんだ、スポンサーは。そんな豪華なんだ。これ1500円って言ってたよ、ポスター。1500円で販売だって。寝ちゃってたんだ。1500円だって。いい出来だよ。これ500人でも埋まったかもしんないね、下手したら。なんかチケットの売れ行き考えると500席埋まるか埋まんないかぐらいだったと思うよ。鼻炎ひどくて熱あって薬効いて、ああ、そうだったんだ。そっかそっか、まあ、しょうがないよ。傷口塞がったよ。傷口塞がった。ああ、そうなんだ、よかったっすね。まあ贅沢尾藤さんはね、じゃあ写真撮影の時に一回顔合わせますね。明日ぐらいから未入金キャンセル出るとかなんとか言ってた。いやー、どうだろうね。うん、チケット余ってんの、マジで。いや、なんか、ネットではもう完売っていう情報が入ってて、俺はあんまそこ注目してないんだけど、まあ完売嬉しいなぐらいで。何？キャンセルが出んの？未入金で。ほら言ったじゃん、のんた危なかったじゃん。チケット返還しといた方がいいよって。10番が買い占めて、さばけないらしい。10番って誰や？ 10 番って。誰かが買い占めてるんだ。今、転売目的かな。わかんない、どうやって出るのか。買い占めがいたんだ。ダフ屋みたいなの出ちゃってんだ。何枚ぐらい買い占めた人。うん。まあ、頭いいよね。転売屋さん出ちゃうぐらい人気っていう。買い占めたっつっても20枚くらいでしょ。まあ儲けてもいいんじゃない、別に。買い占めダメ。まあ他に見たい人いっぱいいるからな、そっから金かすめようっていうのは反感買うわな。それ反感買うわ。
倍の値段とかどうなんだろうね、わかんないけど。その辺は全然わかんねえわ。俺も今初めて買い占めた人がいるって聞いたから。便所が自分の懐に入る額は一緒だけど、それはやめてほしかったって言ってた。そりゃそうでしょ。主催が OK は出せねえだろ。そりゃそうだよ。でも、まあそういう人が出るぐらいいいイベントだっていうことでしょ。うん。いやー、レクチよく手に入れたよ。本当に。俺は絶対こうなるの分かってたから、今回のイベントの盛り上がり方で。もう俺のリスナーで10人ぐらい行くっていうことは、メンツ的に考えて絶対売り切れるんだよ。プラス1000円ぐらい。そう、10番って人に DM 送ってみれば、1000円乗っけるんで、つって。まあ、プレミアついちゃってるから、倍ぐらいで売られるんだろうね。うん、それが現実だよな。しょうがねえよ。ちょっと今月厳しいんで、あのアイテムいただけると嬉しいです。応援よろしくお願いします。今月もカツカツで、すいません。もしよかったらあのアイテムください。あんまり言いたくないんだけど、もうプライド捨てていくわ。これからはそんなこと言ってる自分も今、あ、そうなの。風船ありがとう、のりこ。パフェ2個ありがとう。メロンさん風船ありがとう。10番さん誰なんだろうね。ヒカルくんって書いてあったけど、ありがとうございます、アイテム。これからは、多分、アイテム、ねだること多くなると思います。アイテムはやらん。現金くれ。現金くれ。お小遣いちょうだい。そうそう、パソコンさ、のんたんに10万で売ってもらってパソコン問題解決したんだけどさ、のんたんが20何万で買ったパソコン、その秋葉原に持ってったら7万って言われたから、じゃあ俺で10万で売ってっつって、これ10万で買い取ったの。金なくなっちゃってさ、結構しんどい生活ですよ。ありがとう、みんな、アイテム。ねだらで生活きついね、今月。あ、もう転売終わったんだ。風船ありがとう、ぬこさん。ありがとうございます。手頃チケット完売いたしました。皆様拡散ありがとうございました。受付を終了いたします。おー、珍しくっていうか、もうプライド捨てないとやってけないなって思った。今月の動き見て分かった。もう貪欲に行かないと今の生活維持できないから、ね、あの甘えられる部分は甘えないとっていうのがちょっと自分のね、プライドだったけど、そこは折れていく。だってさ、ここの維持費だけで8万ぐらい飛ぶんだぜ、俺。旅に出て移動費だけでさ、飯も食えないような状況続いたら旅なんかできねえもん。俺配信好きだから配信続けてえからさ。リアル今きついっすよ。だから病院行けって言われてんのも、生活保護抜けて、実はその国保の分払えてなくて、国民保険も払えてないぐらいカツカツなんですよ。で、給料出たんだけど、それも家賃に払っちゃうから、もう財布の中空っぽっすよ、僕。カツカツですね。ちょっとピンチです。売上がガタ落ちしてて。ちょっとトイレ行ってきます。だから、ステッカー販売もやっちゃうかもしんない。ああ、ありがとうございます。
花火ラッシュありがとうございます。贅沢美藤さん、花火ラッシュありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。助かります。ありがとう。本当にすまん。贅沢さん、ありがとうございます。助かります。風船ありがとう。いやいや、みんなあの放送を見れるの本当にみんながアイテムくれるからっすよ。本当こういう人がアイテムくれてる人がいるから無料で見れるんで、本当感謝します。ありがとうございます。この放送支えてくれてありがとう。ねえ、申し訳ねえ、俺が力なくて大手になってさ、あのリスナーさんいっぱいいたらこんな困ることなかったのに。短期保険証もらえるのかな。なんかもしあのアイテム100円分でも200円分でもいただけると本当活力になるし生きていけるんで、ぜひなんか稼いでる人とか仕事やってる人はぜひ、学生とかはいいけどね、親からもらった金だからさ。でもなんか自分で生計立ててる人はもしよかったら少しもらえると嬉しいっす。やる気が出るんで、やる気が出るっていうか食ってかねえとやばいかんな。ほんと贅沢しないんでお願いします。ねえ、力がないのは悔しいけどね、今はしょうがない。正直1000円ぐらいならアイテムいいよね。まあニコ生に500円払ってたわけだから、その分は和道にあげようって言ったら俺に250円入るし、うん、和道がきつそうな時だけ考える。ありがとうございます。いや、それでも全然助かりますよ本当に。うん、働き始めてからでいいからさ、なんか少し余裕があってさ。まあね、どっかで時間潰し、ゲーセンで時間潰してないじゃん、1000円で。ゲーセンでもパチンコ屋でも無理じゃん。だったらパチ屋行くぐらいだったらとかさ、ゲーセン行くぐらいだったら放送楽しいから、まあ1ヶ月に1回1000円ぐらい払おうかとかさ。そうしてもらえるとめちゃめちゃ助かります、本当に。うん。なんかやっぱりただじゃできないんで。ふわっちいつ来てんの？こじってんのか。俺ふわっち来たのはね、桜花火、ありがとうございます。桜花火限定花火ですね。これはセットで1万円分買うとお得に1つか2つつくんですよ、桜花火って。要はセットで1万円分ボンって買うとつくので、これも500円俺に入るから、あのふわっちはあの儲かった分、要は売り上げが良かった時とかはリスナーさんに還元するの、配信者と。でも本来1000円で1個買うんだけど、まとめてセット買いしてくれた人にはそのおすすめの配信者が儲かるようにって、これがあの僕ふわっちが嫌いじゃないところっていつも言ってるやつなんですよ。決済で儲かったりとかしたら、売り上げ達成したらこういうキャンペーンをバンバン貼って、そのリス、あ、俺らにもリスナーさんにもお得なキャンペーンっていうのをやってます。ふわっちは半年ぐらい前からですね。うん、だからセット買いした人じゃないとこの桜花火っていうのは打てないんですよ。お得なプランです。ありがとうございます。桜花火2発目ありがとうございます。一番エフェクトが強くて、あの俺がおすすめに乗りやすくなるやつですね。一番効果がでかいやつです。限定アイテムってやつですね。だからね、期間限定の時に買う人が多い、あのまとめ買いをする人が。それをちょこちょこ使っていくと、あのなんつうんだろう、配信者も喜ぶしお買い得だからっていうことで。限定アイテム1ヶ月に1回はやるよね、月末とかにね。うん、匿名さんありがとうね。うん、もしよかったらフォローしていただけると嬉しいっす。ありがとうございます。ありがとう、助かります。本当にがんばんねえとな。いや、苦しい時ずっと支えてくれてんのはリスナーさんだからね。俺のピンチをずっとさ変えてくれてたのはリスナーさんですよ。
早く体直そう。新しいフォロワーさん、匿名さんフォローありがとう。あ、ヤドカリさん久しぶりじゃない？ヤドカリさんいらっしゃい。ぜひフォローしてください。ヤドカリさんあれだよね。FC2 の時見てくれてた人だよね。超懐かしい。2年ぶりぐらいじゃね？ヤドカリさん。合ってるよね。ヤドカリさんずっと FC2 で応援してくれてた人だよね。半分持ってかれるのが。そうっすよね。いやでも俺贅沢尾藤さんは絶対に和道に、和道にっつうか全員にふわっちでアイテムあげないっていう宣言してたのに、前にくれたことがあってちょっと感動したよ。ツイッターにも書いたけど、まあお前だったらしょうがねえやみたいに思ってくれたっていうのは自信につながるっていうか、うん、まあ和道がそういうんなら仕方ねえかみたいな、折れてくれるってすごいありがたいことだから、俺はでもふわっちを本当にいいサイトにしていきたいと思ってるから、俺がもしだよ、ふわっちの運営のスタイルとか変わったらさ、他行くよ。でも俺はこのサイトは今ベストだと思ってて、すごいと思ってるから。あ、匿名さんロム線なの？なんかさ、放送見に来る時と出る時だけ教えてもらいたいかな。やっぱこの人が見てるんだからこのトークやろうとかさ、結構考えながらやってるから、うん、あ、今日来てくれてんだとかさ、あ、もういなくなったんだ、別の話題行こうとかさ、やっぱ思い出が蓄積されるからさ、出るときと入るときだけでもコメントしてよ。あ、俺にしかやってないんだ、超嬉しいわ。あ、ニコ生でもツイッターでも見てな、ヤドカリさん、申し訳ない。うん、いや、めちゃめちゃ嬉しいよ、そういうの。うん、なんか特別に思ってもらってるんだなっていう、プライスレスだそういうのって、うん、新しいフォロワーさん、ヤドカリさんフォローありがとう。 ISIS みたい？どういうこと？うん、ISIS ミュール風船20個ありがとう、ありがとうミュール。ああ、頑張んねえとな。イシス、バド、何全然わかんないんだ。うん、匿名さんありがとね、またね、うん、水商売時代懐かしいですね。水商売7店舗やってたからな、どのタイミングなんだろう、あれかな、パワースポットかな、読み ISIS じゃないの、んどういうこと、まさきさん、どういうことだろう。うん、おやすみミュール、おやすみ、またね、うん、俺も松がいたた、うん、でも全然わかんねえわ、うん、わけわかんねえわ。怖いね、なんか。酔っ払ってんのかな。
うん、酔っ払ってんな。ナポコフいらっしゃい、こんばんは。楽しんでいてください。こんばんは。夜遅いじゃん。体重多分ね、また落ちてるんだよね。腹がすごいすっきりしたから。どうなんだろう、体力も落ちてんのかな、やっぱり1週間やってないと。ちょっとだけシャドーボクシングやりたいんだよね。ちょっとだけやりたいな。もうそんな練習着とか着ないで1ラウンドだけ動いてみたいかな。やっぱり1ラウンドだけちょっとやらせてくんね、後で。ちょっと自分の体調が今どんな感じなのか、やっぱもうラウンドで測るしかないから、今の俺は。1ラウンド基軸になってるから、もうほんとファイターみたいになってるから、3分間動けるかどうかで自分の体調がわかるんだよね。ちょっと後でやらせてよ、12時回ったら。気になるわ、どれくらい動けんのか。いや無理はしない。無理だと思ったらあれだから、シャドーボクシングやろうか。30分後にやるわ。ちょっと肺がこの状態で試合になるかもしんないから、ちょっとシャドーボクシング後でやろう。どれくらい動けんのか。うん、体力がガタ落ちてるかもしんないから。のんちゃん水入れて、これ。ありがとう。やめとけ、無理して長引いたらやった意味なくなるぞ。うん、でもちょっとやっぱ一番怖いのは練習できないことなんですよ。だから本格的にはやらないから、トレーニングじゃなくて素振り程度、その体がどれくらい動くかぐらいにするんで。本気で、前段本気ではやらないから、ちょっと動かさせて。もう不安で不安でしょうがないんだよね。その、自分が理想としてるパンチ、せっかく覚えたパンチをね、できなくなってたら嫌だから、左の確認だけでもしたい、ちょっと。嫌なんだよね。部屋の中で初めの一歩ずっと見てんだよ。さっきも見てたもんね。鴨川会長の、鉄拳とかの回とか見たりとか、マシバ戦見たりとか、ノンタンフリッカージャブってこれ、ドレさんが使ってるやつだよって。ノンタンほーんって、うん。これはね、鉄拳って言うんだよとかね。猫とは昔イケメンだったでしょとか。もう部屋の中でもボクシングの試合見てるだけでうずうずするんだよ。せっかくここまで覚えたのに、全部無駄になっちゃったら嫌だなと思って。弱くなりたくないのね。せめて維持されてたいっていうか、せめて。せめてこのままキープしてたい。じゃあ、チャンピンに勝てねえよ。あいつ俺のこと殺す気で行くって言ってたもん。目がマジだったかんな。こんな状態でリングに上がったら俺殺されるよ、多分。顔面ぐちゃるぜ。
ハマり込んでるね。こんなにハマったのって配信とかバンドとかかな。なんかね、俺ね、この企画が終わった後もね、なんか練習続けそうで怖いんだよね。ジム通おうかなとか。ゆるくやる。もし危なかったらもう止めて。まだ今日やめとけって。もう無理だよって。みんながやめろっつった時点でやめるからさ。バンテージ巻いとくか。キャスでジム行ってた時は三日坊主だった。キャスでジム？誰が？ああ、はいはい。いや、あれ結構通ってたよ、1ヶ月ぐらい。三日坊主じゃないよ、全然。いや、ごめん、ちょっとやらせてもらうわ。一週間やってないから、さすがに もしかしたら治るかもしんないですから。裏返るかもしんないから。俺言うこと全然聞かない。もしかしたら、ハンマーバキ理論で裏返るかもしんないじゃん。ごめんね。バカだからさ、俺。好きなんだよ、格闘技が。バンテージが負けないだに、手の震えが止まらないだに、笑うの飲んだんだけどと分かってたけど和道さんに必殺バンテージ、僕のやり方教えたい。え、なんで今頃なの？それさ、何回もチャンスあったんだからさ、それなんで今頃言うの？もう俺この巻き方に慣れちゃったよ。そういうのはさ、いつでも教えるタイミングあったじゃん。なんで今更なんだよ。結構厚めに巻きますよ、僕。拳壊れやすいんで。いうのもね、実は言ってなかったんだけど、僕、右拳ね、実は粉砕骨折してるんですよ、小指の骨。で、もう、折れるのが癖になってるの、実は。そう。だからね、本当はね、右打ったらダメなんですよ。ハードパンチャーだからじゃないんだけど、打ち方間違えてぐねってるのね。そう。親友、ぶん殴っちゃったこと一回あって、素手で。それでね、拳、壊れるの癖になってるから、だから左をすげえ練習してんの。テーピングでダンゴムシ作って、あ、全然わかんねえわ。今度、やっぱ教えてもらおう。リアとした時に。テーピングでダンゴムシ作っての意味がわかんないもん。何言ってんだ、みたいな。殴った場所が悪かった。そう。で、もうすぐ折れちゃう癖がついてて、そっから2回ぐらい折ってるんですよ。拳。だからもう癖になってて、くっつき方が病院行かなかったから。拳が石みたいになる必殺バンテージ。それ、あれだな。試合で、ペルチャンピンやりたいな。いや、いいよ。反則ギリギリじゃん、それ。自分が痛いかも。いや、自分は痛くない。相手が痛い。いや、トゲ作るんだよ。みんなやっぱ勝つためにさ、バンテージ1個でも願掛けするんだよね。俺もこのバンテージ巻いてる時、なんかこれからやるぞっていう、そう、なんつうんだろうな、イメージ修行じゃないけど、セットアップになるよね。あ、これから俺練習するんだみたいな、これをつけるとね、そう、気合が入るっていうか、イメージができるっていうか。スイッチが入るね。よく言うじゃん、ボクサーが。バンテージ巻くと、スイッチが入るって。あれよくわかる。あれはなんか格好つけて言ってるんじゃない？格好つけてると思ってたの。なんかアニメとかの演出で格好つけてんな、こいつらって思ってたけど。あ、こういうことか、みたいな。なんか儀式に近いの。よし、俺今からやるぞ、みたいな。
この短い5分とか10分の時間にね、精神を研ぎ澄ませるんですよ。スイッチを入れるんですよ。だからカッコつけて巻いてるっていうのもあるんだけど、素振りでバンテージ絶対いらないから。だけどね、これから練習するぞ練習するぞっていうイメージ作り、そうそうそう、修行するぞって。のんたん、ちょっと外一緒に出てよ。そのダメだったらストップかけて着替えておいて。弾力のあるスポンジ、あれはね、あの100均のスポンジいいからドルさんに入れろって言われた。そう、ハードパンチャーは拳壊しちゃうんだよ、やっぱり。バンテージやろうが、そのなんだ、サンドバッグ叩こうが、何やっても壊しちゃうのがハードパンチャーだから。それ、そうじゃん、拳の骨ってどれだけ細いかわかるじゃん。あれで全力でぶん殴るんだよ、普通折れちゃうよ、下手に打つと。相手のさ、あばら骨粉砕したりとかさ、頭蓋骨とか顎の骨とか折るってことはさ、自分の骨も折れるんだよ。俺はハードパンチャーじゃないから、うん、器用なボクサーでもないし、ハードパンチャーでもなんでもなくて、ただの素人だからあれだけど、俺パンチめちゃめちゃ軽いかんね。だから辰彦さん殴っても手応えねえしさ、今当たった当たったって騒いでるけど、当たるのなんか最低条件で、こっからさ聞かせないといけないわけでしょ。当たっただけで喜んでんだから。殺人バンテージなんで、リアタツの時妖怪です。みんなが俺のこと強くしてくれる。左の威力、地下の威力と匹敵する？マジで？2ヶ月だもん。悔い残したらあっという間だよ。ってことは少しは物になってきたのかな。前回のトレーニング1ラウンド目すごく良かった。みんな言ってくれるんだよね。ドルさんも、辰彦さんも1ラウンド目ならいけるって言ってくれたけど、あれね、悔しいことがあって、ドルさんにも辰彦さんにも言ってなかったんだけど、今だから言い訳するんだけどさ、息の上がり方尋常じゃなかったでしょ、2ラウンド目。あれってこんな体力なかったって、俺走り込んでたじゃん。実は、体調が万全だったらフルラウンドいけるようにはしてたんだよ。だけど、肺がこういう状態になりかけた時だったから、実はね、2ラウンド目から動かなかったんだよ、体が。だからそれが悔しかったんだよね。本当はね、もっとできるのにっていうのがあったの。うん。今、都内にいんだ。そう。本当はね、もっと動き回れたし、もっとパンチの手数出せたし、大変失礼な質問ですが、確認のために、隣にいるのは、のんたん、のんたんさんで別人さんですよね。いや、もう、のんたんさんですね。はい。全く別の人です。はい。2ラウンド目の開始から和道さんの手数が少なかったんで、あれって思いました。そうなんですよ。2ラウンド目の終わり覚えてる？息の上がり方。死ぬかっていうぐらいさ、そんな打たれてないんで、はぁ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 言って倒れ込んだでしょ。覚えてる？こうブデーンって倒れて、冷や汗ブワーかいて、はぁってなってたでしょ。なんで動いてねえのにこんなんなってんのってなったでしょ。あれ実は呼吸ができなかったんだよ。そう。今の状態になってたの、実は。そう。それが悔しくて、練習の成果が出せないっていうので、それで一週間休んだんだけど、うん、言い訳じゃん、完全に。わからない人が見たら。そうなんですよね。なんか PM2.5 なんじゃないのと言われた。1ラウンド目は動けましたね。パンチ痛かった、うん。ちょっと気合入ったな。完成です。久々巻いたわ。なんかかっこいいよね。
中二病だけどさ、バンデージってかっこいいよね。テルチャンピンビビらせないと。練習やってないあいつに今俺がどんな感じなのか。見てくれたんだ、マスキさん、リベンジポルノ。でもね、超恥ずかしかったのが、里見さんと飯食ったじゃん、記者会見の日。そしたら里見さんがちょろっと話す機会があって、いや、なんか公園で素振りしてるの見てますよって言われて、ロムってますよって言われて、恥ずかしいと思って、超恥ずかしいと思って、なんか結構みんな見てるんだって。なんかいろんな人が、いや、ロムって見てるよって言ってて、そう、すげえ恥ずかしいんだよね。バキドも面白いよね、うん、そう、だからいろんな配信者が注目してね、こうやって見てもらえるんでありがたいですよね。公園行かなくてもいいんじゃん、どう思う？そこのなんか あそこあるじゃん、銭湯の前の広場、あそこでいいでしょ。充電あるかな、充電ないか、これ充電しとかないと。3分測ってよ。軽く流す程度にやるから。本腰入れると肺が壊れる。フォーム確認だけする。いや、練習やりたかったな、明日の。戦闘前の広場、うん、軽くやる。フォーム確認1ラウンドと本腰入れて、あのフォーム流すのを2ラウンドやる。2ラウンド動けなかったらね、話にならないでしょ。わかんねえ、汗かいてな、あの、よくなるかもしんないし、逆に荒治療でいいかもしんないよ。荒療治か。あんまりやりすぎるとドレさんに怒られちゃうから。でも雅さん実際生で見たけど、ガタイ良かったよ。うん、雅さんガタイ良かった。覗かれるけどね、しょうがないでしょ。うん、潮流拳はやんない。竜巻旋風脚、あの回転系は2つ技を教えてもらってるけど、やらないと思うよ。竜巻旋風脚はなんて、あんな大技決まらないよ。俺アッパー教わってないからね。アッパーとフックはないよ、俺の試合では。フックは一種類だけ教わってるけどね。ロシアンフックってやつね。でもそれも大技だから、試合に一回あるかないかだろうね、後半。相手がガード下がったら決めに行くけど。まあ当たんないよ。一週間ぶりの動きだからな。緊張するな。なんだろう、練習で緊張するってすごいね。すげえ緊張する。みんなも見るの1週間ぶりだもんね、シャドウ。なんだろう、この緊張感。
思議と、なんかアドレナリン出てるのか、咳が落ち着くね。うん、無理しないよ。イメージ、ゆうかさん逃げた、参戦しない、もう決定しちゃってる。ゆいかさんは出禁になった会場、プロレスラーみたいなガタイした人がゆいかさんを追い出しちゃうからね。波動拳っていうか気功は使えるけど、あの、なんて言うんだろうな、あの、まあ気功は使ってますよ実は。あとね、俺ね、実はね、この1週間のイメージトレーニングで、実は、ジャブに匹敵するぐらいのもう一個技覚えてるんですよ。イメージだけでは。うん、金管効いてるね。実はもう一個技を身につけてて、実は技っていう技じゃないんだけど、俺、ジャブと左ストレート使うじゃないですか。あれで、あのね、あの、後ろに下がるっていうのをやめた。うん、これね、リスナーさんからのアドバイスなんだけど、実は引いてる時のパンチって全く意味なくて、俺全部避ける時バックステップで避けてたの。で、左に回り込むのもやめる。要はフットワーク捨てます、俺。フットワーク捨てます。要はもう全部前に出るだけの練習する。要は交代のネジ外します、僕。うん、あのね、要はね、あの、達彦さんになんでパンチ当たったのかっていうと、達彦さんが逃げてる時に追いかけるパンチだけ当たってるんだよ。これでよくわかった。足止めたらね、ショートの連打でいいやと思って。あと前蹴りで距離測って。要はね、下がってる時ってね、全部打たれてる時なんだよ。要はフットワークがちゃんとしてる人とかだと避けたりとか、避けながら打ったりとかできるんだけど、高等技術なんだっていうのがよくわかったから、もう、交代のバネ外して、全部全身に使って、相手をのけぞらせる訓練だけやる、これからは。そう。距離を作るために後ろに下がるのは、相手にチャンス与えるんだっていうのがよくわかった。俺には足はない。な、前蹴りと、前蹴りで距離測ってストレートで潰して、中に入ってきたらあのクリンチのドレスペシャル使う。自分の戦闘プランできたよ。うん、覚える技術で、もう、チャンピーは足速いから、あの、足の距離の間合いの測り合いはダメだと。これがね、実は使いたかった技なんですよ。自分が。対チャンピン対策、絶対下がらないっていう動きも封じるけどね、賭けなんだけど。うん、麻雀の前に風呂行ってくるわ。またな、シャドウほどほどに。おい、行ってらっしゃい。今から麻雀好きだね。今から麻雀か。うん、交代のバネを外した男のパンチを見せてやるよ。前に出続けるから。その代わり被弾するけどね。でもさ、後ろに下がってさ、あの、ぶん殴られるよりさ、前に出た方が絶対いいんだよ。暗黒麻雀か、今日なんだ。行ってらっしゃい。誰が出るんだろう今日。うん、左の神？わかんない。あと5分で行きます。あとね、やっぱり、俺、ちょっと、あの、ドレさんに交渉して最初からやるべきだったって後悔してるのが1個だけあって、実はね、サウスポーでやりたかったっていうのがあるね。うん。サウスポーでやりたかった、本当は。要は、ジャブだけ鍛えるんだったら、右で打った方が強いじゃん。だからね、サウスポースタイルの方が、あの、俺、左足で蹴ったりできないから、器用なこと。右足でも蹴れるし。手打ちはダメ？そうだね、腰使わないとダメだね。咳止まってきたな。いいぞ。効いてきたね。咳軽くなってきたね。いい感じになってきた。
そう、右利きのサウスポー。今からね、もう変えるにはね、ジャブ覚えちゃったから、もう全部ガタガタになるけど、右回りする癖も全部味方につくんだよね、右で蹴れる癖も。そう、右、サウスポースタイルで最初から覚えればよかったな。あ、いっか、左で行こう。天才和道。和道の右ジャブ超重いってなるぜ、青山。いや、あのね、試合中はね、重いとかじゃないよ、本当に。もう何も考えず、がむしゃらに行ってて、なんか、うっって感じだよ。もうほんと、ボン、うっみたいな。ボン、ボンみたいな。ボン、ボン、ボンみたいな。ボンみたいな。本当にがむしゃらにやってる感じ。だから、みんなね、頭で考えてるのって練習中なんだよ。もう試合が始まったら、体で覚えた反射みたいなことをやってるだけなの。要は、パリングとか、動きとか、もう体をリンクさせておかないとダメ。考える暇なんかないんだ。戦ってる時は。もう、練習中にいかに考えて、こういう動き、こういう動きってやらせて、練習中にそれが出るだけ。練習中はもう、こうしよう、ああしようなんてないよ。うん、言われても無理。特に俺なんか頭がいいし、器用なファイターじゃないから、もう、言われたことをがむしゃらにやり続けるだけですよ。覚えたことをひたすら相手にぶつけるだけ。だからドレさんに、あれやれ、あれやれって言われるけど、ええってなるんだよね。教わってねっすみたいな。練習してねっすみたいな。それは思う。もう本番に対応できるなんてことは絶対ありえない。普段練習したパンチしか打てない。フットワークも何も全て、技術は。そんなことできるやつがいたら天才だよ。今からボディを行けとかさ、下打てとかさ、あんな指示なんて無理だよ。練習やってきたやつだけができるんだよ。だから逆にいいよね。もう初心者の技術だけでさ、ジャブとストレートしか習ってねえんだから。他にも習ってるけど、それしかできねえんだから。もうシンプルでいいじゃん。ちょっとトイレ行ってくるわ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。